すみません。また少し遅くなってしまい大ま変しでて、す。申し訳ありませんでした。よろしいですかね。じゃあ皆さん準備はい。も万端ということで。それでは、本日の VFK ライブスタートいたしまお願いします。す。拍手、大丈夫。拍手、OK、拍手。いいですね。お家でダゾーン見よう企画なので、今日は拍手 OK でございます。はい、ありお願いします。がとうございます。よろしくお願いします。お願いします。本日、明治安田生命 J2 リーグ第3節、松本山雅 FC 戦ということで、皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。本日はですね、ダゾーンの観戦を一緒にみんなでしようということで、企画しています。一緒にダゾーン見よう企画ということで、皆さんは、ご自宅のパソコンとかテレビ、スマートフォンから見ていただき、ダゾーンを見ていただきながら、別の端末でこちらの VFK ライブをお楽しみいただければと思っております。大丈夫ですか？はい。はい、お願いします。画像の準備できてます。はい、なっております。はい。でですね、本日も、プレイヤーさんの方で、こちら限定配信となっておりますので、プレイヤー見ていただいている皆さん、大変お待たせいたしました。ぜひ楽しんでいっていただければと思っております。上げていきましょう。一緒に盛り上げましょうね。バンギフということで、今シーズン3回目の試みやっておりまして、今ですね、皆さんからこんな感じで見えてますとチャットが出ているんですけれども、この中に、プレイヤーさんの方からですね、ヴァンフォーレ甲府へのサポートはこちらということで、たまにコメント出てまいりますので、そちらからですね、ぜひ進んでいただいて、バンギフということで、お気持ちをいただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、このトークショーが一緒にお願いしてくれる内容にかかっているということですので、はい、オグさんよろしく。責任重大でございます。オグさん頼みます。お願いします。皆さん、試合はですね、ダゾーンで見ていただきますので、実況解説等も。ダゾーンのものを聞いていただいて、ここは皆さんと同じお家で見てるようなイメージでお送りしていきたいと思いますので、うん、はい、ちょっとね、堅苦しい感じではなく、ゆったりとざくばらんにいろんな話をしていきたいと思っております。はい、はい、まずダゾーンの準備をね、よろしくお願いしますよ。ダゾーンの準備も、はい、お願いいたします。はい、キックオフ1時間切ってますからね、もう。そうですね、準備してもらって、う、うん、ちょうど今向こうではピッチアップが始まってるんですよね。もう入ったんですかね。からこちらもね、準備していかないとね、やっぱり。もう。そうですね。ここと体。堅苦しくなってもあれですので、そして今日はお家でダゾーン見よう企画ということで、マスクを外させていただいてもよろしいでしょうか。いいんですか。いいと思います。ダメって言われてる。笑顔出していいんですか。笑顔。イケメン小倉翔平さんを見せてください。ありがとうございます。メガネオグさん。変わらない。こちらはいいかな。こちらの顔は顔面偏差値が悪いから。ちょっとマスクだと硬く見えてしまうので表情も豊かに。すみません、検査もしてるんで。マスクなんですけど、本当これね。水野さんの。そうなんです。すみません。あれ、ちょっと。やべ、絡まる。ほら、絡まってる。はい、一応ですね、密の回避ということで、窓もしっかり開けて換気をしてお送りしております。はい、距離もですね、私と今小倉さんがいるところは一席空いておりますので、はい、距離も取っております。すみません。ちょっとマイクの関係でそこの2人は大丈夫ですよ。できる限りの心の距離取ってるんで大丈夫です。はい、ソーシャルディスタンスを取って、はい、そうですね、あまりこう向かい合って喋るとね、飛沫もかかりますので、うん、カメラ見てみんな行きましょう。はい、ということでちょっと前振り長くなりましたが、始めていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして大変遅くなってしまってすみません。自己紹介をはい、はい、していきたいと思います。大取りをちょっと残して、まずはじゃあ私から、ヴァンフォーレ甲府事業部、グッズ担当、マスコット担当、応援バス担当、ダゾーンの中継担当、あとはヴァンフォーレ甲府イベント担当をすごいしております。山地渚と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スーパー事業部。いえいえ、
これあのこのね状況の中始めたオンラインの全部担当イベントをたくさんやらせていただいてるんですけれども、ちょっとあの配信のところでいつもご迷惑をおかけしてしまっていて申し訳ありませんが、今日も楽しい内容できるようにあの頑張って考えてきましたので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。好きな食べ物で焼き鳥です。あれだろ、バンクボス。これじゃ、これじゃない、これだろ。奥さん、さすがです。ありがとうございます。ではじゃあ次、高野さんからお願いします。はい、ヴァンフォーレ甲府のおじさんになってしまいましたが、広報の中の広報の人を担当しています高野です。はい、まあ、現場にはスーパーエースの小野くんが今広報のがですね松本の方にもう行っておりますが、まあ、私は99年に入社しまして、はや21年目になりますが、99年、はい、もうね、おじさんもおじさんも腰が痛くてしょうがないんですけども、まあ、あの中でマチレプログラムとか新聞とかですね、そういうもうインナーでカチカチ打ってるので、運動力もなく、あの太ってしまって困ってるんですが、これからまたですね今シーズンも皆さんと一緒に盛り上げていけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いします。ヒロさんすいません、半分切れてる私。なんだっけ、この今のズームのあのミーティングの状態がなんか多分音声入った方の画面が大きくなるシステムになってて、うん、はいはい、ギャラリービューの方がいいのかな。ちょっとヴァンフォーレ甲府が出ちゃって申し訳ないんですけども、これかな。はい、ギャラリービューにしていただくと多分ヒロさんの方がギャラリービューになっていれば大丈夫です。そうするとこう4人並んでる感じに。そうなんです、今ね高野さんの高は鳥の高っていただいてますけどもヴァンフォーレに高野が2人おりまして、そうなんです、私鳥の高の高野の方になりますので、ぜひどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もっとゴール裏なんですか。ゴール裏にもいたこともありますけど、あ、はい、そんな激しく応援はしてなかったですけどもホームページを作っていやいやしてください、そこは。いや、あの心の中で激しくですよホームページを作ってですね応援をしてたんですよね、昔は20年ぐらい前は。そう、ヒロさんがあのヴァンフォーレ甲府のホームページの初代を作ってくださったね。ああ、もう趣味をでやってたら知らない間に社員になってしまいました。そこから早20年が経ってしまいました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では、田村先輩お願いします。あのもう今山地さんから名前言われちゃってるんですけど、あの事業部、競技運営担当してます前村幸喜と申します。僕はあのヒロさんみたいにまだまだヴァンフォーレ歴長くなくてですね、2017年に、このクラブに、入れていただきました。それまではあの別の横浜 FC っていうところであの同じく運営やってます。違うところから違うところから入ったっていう、でもサポーター歴はね、サポーター歴は逆にあのヒロさんが社員になった時にあのエネーレっていう水野さんですけど、その時のノースポンサーぐらいの時代の時からあのヴァンフォーレのシーズンシートを持ってサポーターやってて、はい、あの当時からあのちょびちょびしてたんで、よくヒロさんとか多分あの事業部の高原さんとかによく選手さん付けにしろとかめちゃくちゃ怒られたあの悪ガキだった。新聞にもよく載ってたね、ヴァンフォーレのイベントの。ヴァンフォーレファン感謝で、うん、知らなかったけどこれ僕ですってこの間あめっちゃちっちゃいみたいな。そうですね、あの妹があのスタジアム DJ やらせてもらってて、うん、僕よりも先なんですけど、妹と僕であの昭和の体育館のファン感謝デーの時の写真を載せていただいて新聞に。フェアプレーじゃない、あのエスコートキッズもね、エスコートじゃなくてあのボールパス J1 初年度清水エスパルス戦の単価帯もやってまして、すごい歴史は結構深いんですよ。あのファンで、あの小倉さんがマリノスとかにいるときには日産とか日発でヴァンフォーレが試合するときはヴァンフォーレで応援してたんで、小倉さんはすごい嫌な選手だなと思ってすごく見てましたねその時から。以上です、今日はよろしくお願いします。はい、ということで、俺？はい、もちろん今日のメインゲスト。お願いします。何も肩書きはありません。いやいやいや。
枚紹介いらないでしょこれ。いやもう顔がもうね。ちょっと大きく行きましょう。自称山梨出身伝大使。出身ではないですけど、小倉翔平です。去年まで選手をやらせてもらってました。ありがとうございました。この話をいただいたのは昨日です。急でした。おたばたです。はい、おとといはあれですね、はい、でもセーフ。そう、昨日じゃなくてよかった。参加してみたいと思って、うん、今日来ました。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に急なご依頼にもかかわらず、本当にありがとうございます。はい、お願いします。はい、今日は松本には行かず、こちらで、ね、はい、行きたかったけど。ね、行きたいですよね、それを私もみんな行きたい。気持ちは行ってますからね、でも。そうなんです、気持ちはね、はい、チームと運営広報と、チーム一つで戦いましょう。はい、戦いましょう、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう。お願いいたします。ではですね、じゃあ一旦自己紹介終了で。今、コメント来てますか？よ、まむしって書いてある。いいコメント来たね、これ。本当だ。ヨンマムシって書いて、中地さん。中地さん、コメントいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。スタディジェの兄。スタディジェの兄。はい、ぜひ皆さん、チャットもこちらの方でご確認できますので、何か質問とかあれば、流していただければ、うん、拾ってちょっとお答えしたいなと思っております。できるだけ答えたいと思います。はい、皆さんにたくさん質問をお待ちしております。はい、ということで、ではまずですね、最初に、はい、もうスペシャルゲストの小倉選手じゃなくて小倉翔平さんに、はいはい、いろいろお話聞きたいと思うんですけれども、まあ、もうすでにいろんなところでお話はされてると思いますが、うん、全然してないよ。あ、そうなんですか。で本当はね、開幕戦にね、はい、引退、そうですよ、記念のセレモニーと、そうですね、そうですね、トークショーもちょっと考えていたんですけれども、ということであれば、はい、では、まずは現役生活、はい、お疲れ様でございます。お疲れ様です。本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、現役生活を終えて、はい、いかがでしょうか？ざっくりなっちゃうんですけど。いかが、でも、もう本当コロナのちょっと影響もありで、はい、いまいちなんかまあ実感は全然ないですね。いや、サッカーしてない実感がないって感じですか？あ、まあ体型はあんま変わんないんですけど、うんうん、全く変わってないですね。筋肉が落ちてきたかなっていうので、うん、まあ動いてないからしょうがないなと、まあ細くなったねって奥さんに言われたりするとちょっと実感します。メガネ姿が素敵ですよね。最近は、まあ現役の時ずっとコンタクトでやってて、まあちょっと現役終わったんで、ますますダンディーになっちゃうからね。メガネドレスパーションを狙おうかな。このまま現役復帰してメガネで出場してほしい。危ない、うん、そのくらいにもうかっこいいよ。前ね、ちょっとやっぱオグさんが一番大きく映っていただきたい、うん、いいよ。いやいやいや、もう今日はスペシャルゲストですから。いいよ、誰も喜ばんて。いやいや、のくせに一昨日の声かけで本当に申し訳ないんですが。そうですね、じゃあ全くもう動いてない。全然動いてないです。あ、そうなんですね、うん、でも本当体型は全く変わらず、まあ確かに少し細くなったかもしれないですけど、もともと細身で、うん、そう、もともと筋肉も少ないし、うん、今のところ太ってもいないですね。素晴らしい。太りたくはないんで。ちょっと見てみたいですね。ぽっちゃりするとどういう風になる。かわいい感じになる。イメージできないから。そう、ね。ぽっちゃりしてもかっこいいんだろうな、でもこれ。いやー、ずるいですね。ずるいね、本当にね。いやー、10年後、20年後が怖いです。ご飯食べる量とか変わらない。あ、それ聞きたかった。うん、あ、少し減ったかな。あ、そうなんですね。うん、やっぱお腹空かないとか。まあ、お腹もあんまり空かないし、はい、うん、まあ、一応自分でも少しだけ量は減らすように。うん、なんか気をつけてたものを食べ始めたのか。現役の時も食事はそんなに気を使ってなくて、まあでも奥さんの方が多分いろいろ気を使って食事はメニュー考えてくれてたんですけど、まあその出されたものを食べるっていう。はい、何食べてもあんだけ動いてましたからね、もう、ね、素晴らしい運動量で、
倒れるんじゃねえかっていつも見てましたけど、焦りすぎで。そうなんですね。なんか今まで、そっか、現役時代のなんか一番の思い出みたいなとかってありますか？まあもうだいぶ長くされていましたけども。思い出、でも一番覚えてるのは、まあそのマリノスに移籍した時の日産スタジアムの開幕戦、はい、まあ、マリノス対レッズだったんですけど、その時にまあメンバーに入れてもらって6万人ぐらいかな、お結構入って、はい、今までその水戸の時が何千人っていうレベルだったんで、うん、これは結構衝撃的でちょっとビビりましたね。もう練習場とかもすごいじゃないですか、マリノスだと。うん、みなとみらいにマリノスファンがあって、最初ほんとびっくりした、こんなに入るんだと思って、うん、でちょその時はほんと、まあ、一瞬怖かったっちゃ怖かったかな、逆にというか、逆にだから、まあ、変なプレーもできないし、うん、いや俺この中で出てプレーできんのかなとかっていうのはあったけど、まあ、徐々にやっぱそれも慣れてって、まあ、やっぱり観客多い中でプレーするのが楽しくなってきて、うん、まあでも甲府もまあ、スタジアムなかなか満員になりませんが、でもいつも熱い応援をありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと傷つきます。すいません。もちろんね。そうそう、でもこの無観客試合っていうのは経験はもちろんしたことない。ないです。この前本当に初めてラジオの方でちょっと解説やらせてもらって、はい、まあ、スタジアム見たら異様でしたね。でその中でやっぱり選手は 100% の力出さなきゃいけないっていうのはすごい大変だろうなっていうのは思いました。やっぱサポーターの力って大きいですかね。そうですね、当たり前、やっぱそれが、まあ、当たり前じゃないんだけど、ずっとやっていくと当たり前になっていっちゃって、うん、でまあ、そういう意味じゃ本当再確認というかサポーターの人たちのありがたさっていうのを、まあ、再確認できました。どうだね、興奮度が違うね、やっぱりね、うん、やっぱアップから出てく選手たちもちょっとすぐ出てきて360度誰もいないスタンドっていうのだとちょっと違和感があるみたいな感じ言いながら出てたんで、うん、今大さん言ってたようにやっぱしなんかやっぱ寂しさもありそうでしたけどね、選手は、うん、あの当日は気持ちを作っていくのが大変だと思う、うん、あ、でも逆にあのね、バックスタンド、うん、はいはいはい、まずにはびっくりした、改めて、うん、やっぱりすごいなとは、ね、そうですね、思いました。逆にね、スポンサーの皆さんにも支えられてるクラブなんで、いや本当そういう再確認できた、そう、まあ、いい場ではないとは思うんだけど、まあ、うん、当たり前じゃないんだっていうのを選手も感じられたと思うし、うん、まあ、あと、まあ、今日で無観客終わり、そうですね、はい、今日でリモートマッチは、うん、はい、終了の予定でございます。だから、まあ、またサポーターの方たちとか入って応援してくれるのを本当より力に変えることができるんじゃないかなと思いますね。そうですね、大きな力ですよね、うんうん、そうですね、あの運営をしてて私たちもやっぱこうお客様に誰にも会わないっていうなんかこう異様な感じがありましたね。あの私もその当日はライブ配信をさせていただきましたけど、どこ行っても本当ユニフォームの姿が見えないと、青若の人がいないっていうのはなんかね、やっぱ寂しいなってことはありましたので、次から有観客になりますから、うん、はい、楽しみだ、まあ、少しずつですけどね。そうですね、はい、そうですね、なんかでも前村くんはあの学生時代にそのマリノスにいた頃の小倉さんと、そうなんですよ、あの僕横浜の大学行ってましてあのマリノスさんと提携してたんで、よく練習でマリノスさん使わせてもらってて、でマリノスさんがあのアウェイ遠征行くと残ってるメンバーってちょっと人数足りなくなるじゃないですか、あとその試合後のトレーニングマッチとかで人がいない時とか、僕ら大学生がまあ、一緒に参加させてもらったりしてて、うん、だから小倉さん僕一緒にやってるんですけど、
覚えてます。一緒に試合出てるんですよ。あの、対戦もしてるんですけど、オグサ、ボランチ、僕、右サイドっていうのあったんですよ。嘘わ、すごい覚えてないですか、あの、時はトラップ下手だったやつ、覚えてないですか。お前、全然、あれだよ、印象に残ってないよ。ダメだよ、結構。残せなかった印象を。あの、ナイキ時代だったんで、あの、ロニー選手と僕のツートップってのがあったんですよ、一回。あ、ロニー、え、マジで？いや、そうなんですよ。トップ下、加納健太選手がいて。うん。で、あの、一緒に試合やってたんですけど。全然残せてない。これは、あれ、一応目のため言いますけど、1点取ってるんですよ。本当だ、すごい。まさかのね。もうあの本当ロニーさんがキーパーと1対1になったのを横にボールくれてキーパーいない状態を決めたっていうあの思い出のゴールがあったんですよ。しかもさ、なんで今更なの。そうですよね。ちょっと、はい、選手の時にそういう話をしてもらっていい。どこで言おうかなと思って、どこで言おう、どこで言おう思ってたんですけど、まさかこういうあの場で。いや、言えるとこあってよかった。いや、本当ですね。だって2017から甲府でしょ。そうですね。俺と同じタイミングぐらいじゃない。そうです。そうですね。同じタイミングですね。4年目にして。言うんだったらそのタイミングじゃね。ちょっと、あの、小倉さん、マリノスにいたとき、怖かった。あの髪型が、まあ、よく変わってかっこいいなってあったり坊主になったりこうここで絞っていろいろ変わっていく中でただ怖かったんですよ。ボランチでサッカーやってる時はね。あのそうです、サッカーやってる時から離れたらもう全然通用、その印象がずっとつきます。その印象が残ってて、あの甲府に来てくれるってなった時にボーと思って一緒だと思って全然違いましたね。優しかったです、小倉さん。本当に、ね。あの時のイメージがどうしてもちょっと離れなくて。なんでだよ。本当。イメージ変えてくんだから、これから。大丈夫ですよ。あの、甲府に来た時からもうあの、小倉さん、すごい気さくに話してくれるし、あの、すごくいい人で、あの、ありがとうございます。おい、もうちょい出てこないんだ。準備不足でした、すいません。いや、ありがとうございます。いやいやいや、そういう、すごいね、過去が、ま、思い出がある。狭いね。狭いね。てか、言えてよかった。この場で。やっと。やっと。やっと。そうか、でも私は逆に全然、あの、小倉さん、あの、もう入ってきた時に初めましてだったので、怖いイメージはなく、まあ、でも試合中すごいですよね。それはこうやる。これなんて言うんですよ。ちゃんと意味ですよ。あのもう、まあね、試合中はいやもうね、でもプレー中もね、プライベートもとことんかっこいいのがずるいよね、やっぱりね。そうですね。これは汗かいて変わらないのって何なんですか、ね、本当に。そう、小倉さん、あのオフィシャルカメラマンが撮った写真とかも全部かっこいいんですよね。あのプレー中のこうすごい必死な時の顔も全部めちゃめちゃかっこいい。で結構いろんな選手僕も候補だから選ぶんだけど、やっぱ姿勢がいいんだよね、うん、そうすると顔が上がってるいい写真がすごい多くて、うん、やっぱ扱いやすいよ ね、 そういうのね。やっぱそういうのも狙ってるんですか、ね、みたいなやつ狙ってます。取られてるな今みたいな。あ、取られてる、はい、やっぱりやっぱプロ選手としてやっぱ狙ってるんですか、と写真撮られてる。いや、そんな考えてるないですね、マジ全然ねえわ。あ、逆にそれぐらいの余裕が欲しかったわ。もこの間もね、ドゥドゥ決めた後にね、カメラマンの方に行って、すげえカメラチェックしてんなと思って、こう、あ、ありがとうございますとか、ね、自分大好きだから、ね、そういう選手もいるんです、うん、余裕あんなと思って。じゃあちょっと、まあ、あの現役のお話もいろいろ聞けたことで、今、まあ、引退されて進路選択の中で、うん、あの山梨に残って活躍してくださってるということで、はい、なんかあのフロントとしてもクラブとしてもまだ活躍はしてないんですけど、ね、いやいや、すごいありがたいですよ。だって山梨にそののやっぱ残ってくれたっていうのが、うん、多分サポーターの皆さんもすごい嬉しいんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんでとかあるんですか。いや、もうなんとなく、なんとなく。いや、まあ、なんだろう、まあ、もう感覚、うん、が多いかな、
山梨にいようと思ったってことですよね。うん、山梨、うん、そうだね。でもこうやっぱ住みやすさとかを感じてもらってる。やっぱ住みやすいは住みやすいですね。うん、やまあ自然ももちろんあるし、はい、でまあみんな暖かいですし、うん、でまあ子供たちもまあ伸び伸び生活してますし、まあ、暮らしやすさはあるありますね。うん、嬉しいよね。嬉しいですね。そう、そんなこといただいて、今はその解説この前書いていただいたり、はい、ありましたけど、それ以外にはどんな仕事をされてるんですか？あとあの大キネチャレンジ、はい、はい、うん、最近ちょっと、ね、載せてないんですけど、はい、ライフキネティックとかもやりたいなと思ってるし、まあ、あとあのちょっと天然氷のお仕事も手伝ったりもしてたので、そういうのもなんか仕事にできればなとは思ったりもして、なんかいろんなことやってみたいなと。なるほど、うん。思ってます。ライフキネティックはね、もう、うん、僕ももう年齢も年齢なんでね、やっぱ脳が衰えてきてるんで。あれ、認知症の予防にすごい、ね。ちょっとあれやった方がいいかなと自分で思ってるんだよね。で対象というかターゲットになる年代も本当に4歳から80歳、うん、90歳ぐらいまで幅広い方に効果があるんで、うん、もうちょっとぜひ機会あれば、はい、アンフォーレのねフロントスタッフもみんな多分やった方がいいと思う、うん、年齢層高めですから、ね、そう年齢層高めですか、そうですね、だんだん上がってきましたね。そうみんなそのよね、年取ってんだね。あれでもナビちゃんはいつバンホール入ったの？私は2012年に入社しまして、いきなり優勝したんだよね。そうですそうです。これも私もう9年目なんですけど、もう長いね、ベテランですね。でも気づけばって感じで、私よりもう長くずっといてくださる方がやっぱすごい多いので、みんな辞めないで、もうどこにも行かずずっと甲府なので、もう9年目、まさかの20年だし、もっと先輩もいます。20年はそうそうですよね。いや、もっとね、長い先輩もいるし、そう、私入った時、うん、そうだから2012年は J2 で、そう、優勝した年なんですよ、うん、で昇格して、そうです、昇格1年目に昇格して、うん、すごいじゃん、はい、でそこからずっと、ね、はい、J1 を体験させていただいて、ね、私なんかあの99年に入って3年連続最下位だったからね。安全薬病神だってずっと思ってるのも本当にちょっと気にしますよね。からの存続の危機になって、対決をこの前した時にちょっと負けたらどうしようとか、ちょっと自分の取ったないのに心配になって。わかるわかる、あるよね。まあなんとか引き分けてくれてよかったですけど、それでいくとなんか前村くんがすごい苦い顔してます。あ、それ触れちゃいますか。奥さんも一緒に入ったからあれですけど、わかるよ。わかります。入って初年度降格なんですよね。で、まあちょっと上がれずで、あの古巣がですね、横浜 FC が去年 J1 に昇格をして、うん、あのなんか前村いなくなったからだみたいな、前村いなくなったところの方が強くなるんじゃないっていう。で、ヒロさんがさっき言ってたけど、僕もちょっと疫病神的な、大丈夫、3年で乗り切れるから。そうですね、じゃ今年いよいよ。そうそうです、そうですね、僕もちょっとその山口さんさっき言ってましたけど、やっぱ優勝っていうのは、ね、すごく味わってみたいので、はい、今年はね、優勝して、はい、間違いない、もう上がりたいですし、はい、はい、みんなで行きましょう。過密にって大変です。そうですね、みんなで力を合わせて、うん、やっていきたい、頑張りましょう。頑張りましょう、本当に。現役復帰？あ、現役復帰。いいですね。本当にね、本当に。さっき来てましたけど。欲してるよね。どういうコメントが来てる？本当にコメント欄見てもすごく復帰を。いや、まあね、まあもちろんやれればやりたかったですけどね。まあちょっと。バエル選手。バエル選手。バエル選手。他でなかなかやるっていうイメージがなかったですし、まあいい切り替える時かなとも思って、まあでも皆さん、何かあればチームに
行ってください。やばい、これ月曜からお問い合わせ来ちゃうな。まだ絶対この絞ってんのはトレーニング積んでますね、これ。間違いなく。いや、もうすぐ行ってきますよ。本当に。すぐできそう。引退されて、そうか、でもこの前のラジオが 初解説。うん。はい。うん、どうでしたか。難しい。難しい。やっぱり、今ラジオで、はい、泉さんと話してもらって、はいで、まあ、ラジオ見てない人のためだからずっとそのプレーを絶えず、うん、あの話しなきゃいけなかった、はい、そうですね、入るタイミングがなかなか、でも開けてくれてたらしいんですけど、はい、そのとこにパッて入れなくて、うん、あむずーと思って、またちょっとそのサッカーとは違う難しさで、またそのプレーを言葉に出して解説しなきゃいけないっていうのが意外に難しかったんで、うん、はい、どうしても感覚でやってる部分があって、それを口に出すのが、言葉にしたりするのがすごい難しいなと思いました。うんうん、なるほど。で、そこ誰か相談とかしたんですか？やる前に誰か、勝也さんとかにどういう感じですかとか、なんか相談とか聞いたりしたんですか？全然全然相談は特にしてないですね。もうそのまま。まあもう本当どうなるかいけるだろうと思って。すごい、ね、選手のね、相手の選手も全部調べたりとか、まあとか、ね、もちろん、はい、うん、大変ですよね。はい、あれなんか質問、いや音が聞こえないって、はい、音が聞こえない、どうでしょう今、大丈夫かな、ちょっとまあ確かにあのラグはあるんですけど、全員聞こえないのかな、いや、どうでしょうか、皆さん聞こえてますでしょうか。すごい今いい話してたの。今日一番来てましたけどね。あ、復活って書いてある。復活。何もしてないけどね。声がちっちゃかっただけかな、これ。その可能性はありますね。あ、すみません。はい、行きましょう。貼ってきます。貼って。うん、そうですね、大変だ。私たちもワギスラジオの中継、やっぱちょっと当日は聞けなくて、うん、はい、すみません、ちょっと後日。聞いたんですけれども、でも難しいよ。確かにあの泉さんやっぱずっとなんていうんです、動きをその場で説明しながらこっちで目で見て、またその話をしながらまた見てっていう、ずっと頭と口が動きっぱなしってことですよね。よくいろんな言葉が出てくるなと思って、やっぱ、うん、まあそのまあ俺はまあサッカーのプロだったけど、その喋りのプロもやっぱすごいなって思いましたね。うん、難しい場所もね、リモートマッチだったから、いつもあの上のガラス張りの実況席だから、ちょっとこう集中できるかもしれないんだけど、記者席の上のところだったら、いろんなところに目がもう映ってね、気を使うよね。めっちゃ泉さん、点入ったとき興奮してました。興奮しすぎてちょっと怒られたって言ってました。リモートマッチですからね。リモートマッチだから、下にいるとよく聞こえましたね、上の方の声が。でしかもあのなんかこの前短歌があはい、レジェンドたちが短歌をすごい短歌隊だね。8人中7人が元 J リーガーだったね。そう、贅沢な短歌やと思って。あそこに密着しておきたかったんだけどね、本当は。ね、そうね、うん、はい。でもちょっと一人一人紹介させてもらって、ね、今後どうなるか、そこもちょっと見てもらえれば、今日は誰だみたいな。毎試合あの気づきにくかったけど、ボールパーソンもね、結構なメンバーがいたんですよ、実は。はい、そうなんですか。そうなんです。も、はい、あのプロのスタッフと、うん、あのアカデミーのコーチたちで、はい、みんなでやってくださってて、そうそう、気づいた方は気づいたかもしれないですね。でっかい中学生みたいな。すごいがたいのいいボールパーソン。でも本当みんな協力してすごいなと思いました、はい、俺は。なんか今質問ちょっと来てまして、はい、なんかね、解説の楽しかったところはありますか？解説してみて楽しかったところ。楽しかったところ。はい。もう初体験だったんで全部が楽しかったです。あ、すごい。新鮮で。うん、ね、まあ、今までやっぱり選手の時、まあ、あの自分がプレーしたあの試合とかを、まあ、反省で 見たりしてるんですけど、はい、でその時、まあ、実況の人とか解説の人とかの、うんうん、まあ、音声ももちろん入ってて、はい、何言ってんだこいつと思ってたんですけど、でもいざ自分がやるのは
なんかその気持ちも分かるし、はい、あ、難しいんだなって。でもそれがまあまた楽しかったですけどね。はい、ね、ありがとうございます、はい、今後はあれですかね、その解説の回数あれですもんね、次の YBS ラジオも、4月11日の今度金沢戦も、はい、お話小倉さんが解説、じゃあますます進化したオグが見れるわけですね。そうですね、はい、ここも、ね、もうちょいうまく喋れるようにありがとうございます、はい、実はですね、もうそろそろいい時間になってまいりまして、はい、もう5時50分なんで、 あとキックオフまで10分ということで、おあ、タオマフして置いてきてしまった。ちょっと取ってきていいですか。はい、ちょっと お願いします。やっぱり準備をしないとね、こっちも。スタメン紹介を。スタメン、俺が紹介しちゃっていいですか。皆さんでもあれですかね。これ見ながら、もうヴァンフォーレのスタメンは。そうね、ダゾーンもそろそろ放送が始まる頃かな。ヴァンフォーレはもう行っても大丈夫なんですかね。川田選手から岡林選手に代わってボランチ2枚とも変更になってますけど。うん、はい。どうですか小倉さん、ここはブランチ2枚以外ですけど、このまあもう俺もやってたポジションボランチだから、まあ毎回ちょっとどうしても目がいっちゃうんだけど、そこを2枚とも変えるっていうのが、うん、まあ言うならば本当チームの中心だから、うん、そこを2枚とも変えてどうなるのかなっていうのは楽しみ。もうそうですよね、しかもであとそのやっぱ岡西、はいはいはい、なんか噂ではあの噂出てた、あの勝ってないっていう、あれ聞けばあってもなんてこと言うんですか、ね、今日がその日になるですね。そうですよ、うん、それを、まあ、自分の力でやっぱ変えてもらいたいし、それ変えることで、まあ本当、まあ今ちょっと川ちゃんが、うんうん、まあこの前ちょっと痛めたのか、そうですね、それで変わってると思うんで、サブも小泉選手ですもんね、今日は、うん、そこをやっぱりキーパーなかなかポジション奪い取るっていうのが、うんうん、よっぽどのことがなきゃ難しいポジションだから、これを本当チャンスに変えて、でまあ結果を残してほしいなと、まあ、うん、去年とか、まあ、俺来た時も大谷とか、まあ、よくご飯とかも行ってたし、なんかまあ頑張ってほしいなと思いますね。大谷選手も今もう何年目になるんですか。長いもんね。大卒中大から入ってきて、うん、そのままずっと甲府でプレーしてくれて、高校も学院だったからね。ああ、そうですね、うん、山梨も長いですし、今日はやってくれるでしょう。はい、やってもらわなきゃ困ります、うん、はい、逆にそうですね、今シーズンの初勝利がかかってますから。あ、そうそうそう、はい、小倉さんもマフラー持っていただいて、今季でもまだ甲府負けなしですからね。そうですね、負けなしで、負けなしで、負けなし、勝ちなしね、ダメ、勝ちなし言っちゃダメ。今日勝ちましょう皆さん。それでは皆さんもダゾーンもついてくると思います。あの念のためですけれども、こちらのプレイヤーでの配信ではあの音声映像ですね、試合映像音声は流れませんので、セカンドスクリーンということでこちらずっと見ていただければと思います。そちらはもう始まってる、ダゾン、あ、ダゾンですか、うん、ちょっと待ちください。こっちはね、もうね、選手がバス到着のところが流れてますよ。あ、そうなんですね、うん、じゃちょっとそろそろ私たちもじゃあそのダゾンに切り替えましょう。さあ、そして松本のメンバーが紹介されてますね。なるほど、うん、松本も何人か前節より変わってますね。橋内選手がいないですね。浦田選手が変わるのが入ったんですかね、うん、前線のセルジーニョ選手強烈ですからねっていうのはすごいちょっとイメージが頭に残ってるんですけど、小口、うん、さん、ね、現役の時とかも言われてますけど、まあ、いい選手だったし、まあ本当怖い怖い選手でもありますね。うん、そこを誰が抑えるのか。今ね。いやー、リモートマッチのね、ハルウィンが映ってますね。セル出た。セルジーノ選手がダゾーンに。ダゾーンに映ってます？映ってますね。映ってますね。出た。
こと？おい、予期せぬ問題が発生した。ダゾーン、ついてくれ。予期せぬ。奥さん、ん、逆に甲府前節と攻撃陣はメンバー見ると変わらないと思うんですけど、奥さんから見て、この前の、まあ、3点取ることはできますけど、どうですか、今年のヴァンフォーレの攻撃陣。バホ選手がワントップに入って、まあ、デュデュもフォワードの登録になってます。やっぱ、まあ、能力ある選手だから、まあ、こう怖いっていうか、まあ、でも、やっぱ周り使うこともできてたし、まあ、前節限って、まあ、限っては、まあ、ちゃんと守備もしてたし、それがまあずっと続けられるかっていうのと、うん、まあ、あと、ちょっと途中から泉澤君が左サイド、はいはいはい、そうですよね。やっぱそこで一人で崩せるっていうのが、うんうん、まあ、甲府の、まあ、強みでもあるから、それをまあ今回もやっぱまた期待したいし、うん、まあ、そこ崩すとやっぱどんどん相手はずれてくるから、まあ、その分中にいる選手が空いてきたり、うん、でまあいいクロスも上げれるし、うん、そうだね、まあ、それをまあ今回もまた期待したいですね、はい、まあ、いいクロスになるとラファエル選手、ハーフナーマイク選手、カナダの選手もまだいますしね、うん、ね、あの高さある選手、はい、やっぱそこら辺が入ってくると、そのセットプレー一つにしてもすごい迫力出てくるし、うんうんうん、お、今ドゥドゥが、はい、あ、バンホーレの注目はドゥドゥですね。後ろにはさっきダゾーン見れなかったっぽいですね、一瞬。お、はい、大丈夫ですよ、映りました、今日勝ちました、大丈夫、はい、なかなかパツパツの感じだね、ドゥドゥ。パンツがいい感じでしたね。パンツが、お、中尾亮太郎、はい、初スタメン、いやいや、開幕が出てたね、うん、はい、お、たくまさん、たくまさん登場、たくまさん、あ、来られました、お疲れ様です、スペシャルゲスト来た、大鳥スペシャルゲストスペシャルキックオフに間に合いました、たくまさんが来られて、あきらさん、監督のコメントが、あきらさん、ちょっとプロしてんのかな、アキラさんもかっこいいからね、これ気になりますね、日焼けもして、うん、やはり男が、あ、たくまさん、お疲れ様です、何してんすか今、まあ、特別ちょっと、はい、あの富士パフォースに期待、そうですよね、うん、体力抜群ですね、アキラさん、二人で、アホちゃんがまたね、いい動きしてるから、そうです、片方は車掌で、もう片方は、うん、あのクロスフォーさんので作ってる、はい、ストーンピンバッジが、はい、これやばいな、ダゾーンに見入っちゃうね、これ、うん、はい、あの皆さん、あのあれですよ、プレイヤーさんでは今、うん、こちらの、 あの私たちのトークしか出ておりませんので、はい、ね、ダゾーンは各自見てるんだよね、ボーッとしちゃう、ダメです、ね、見ながら喋ってで、たくまさん の、 あのお着替えが終わりましたら、私はちょっと外れますので、こちらにあの入っていただきますので。あ、え、脱ぎます、脱ぎます、終わりました。たくまさんの生着替えが見れないんですか、もうに、でも皆さんは、まもなく入場ですね。あ、入場しますね、選手の皆さん。いやー、頑張ってほしい。行きたかった。で、皆さん、今日はあの、ダゾンで一緒に応援しよう企画ということで、皆さん、準備大丈夫ですか、選手入場。あ、ないけども、タワーフ掲げてみんなで一緒に応援しましょう。ね。いいですかね。どのタイミングで。あ、でもなんかやっぱ声流れてるね。入ってますね。うん、声ね、やっぱり流れてるよ。ちょっと待ってください。止まっちゃったよ。いや。あ、ごめんなさい、そっか。俺ら今映ってるよね。頑張れ、バオちゃん。松田。リキ。頼むよ。これを。あ、なんか風が強そうですね。風強そうですね、これ。風が、ピッチは良さそうだけど。耳、左です。お、お、たくまさん。ソーシャルディスタンスを取った集合写真、ね。タイミングでピッチインしてきましたね、たくまさん。さすが、間に合った。お、スリーバーツで。あ、3枚。もうちょっと、はい。うん、これなんか一応ソーシャルディスタンス、まあ、それ一席空けてますっていう、はい、あの、お
顔が映るように入ってください。うん、これでもこれ見ながら難しい。左を見ていただいて大丈夫です。あのコメントをぜひあのしていただきながら。お客さん入ってる。はい。あの、ね、お客さん入ってる。お客さん入ってない。入ってないですね。入ってないです今日は。はい。まさかのある意味ああ来た、ね、一人のサポーターいないです。4、2、3。いや、俺いたらなんも一人いけたんだけどな。なんて。なかなかね、松本には勝っててないからね。はい、あそうですね、風強そうですね。うん、風がある。そしてですね、結構あの大きい声でカメラ、あの、このパソコンに、はい、向かって言っていただくと。雨はないね、でもね。雨はなさそうです。うん、はい、もうちょっと前行きましょうか。なんか出てる E29D、はい、なんだこれ、これ放送で出てるのか知らんのか。あのそしてヒロさん、あの、はいはい、たら、何でしてスポットライトにしていただけると、はい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 、何全然忘れて見てた。小倉さんとこっちが中心の方がいいと思うんで、大きくうわ、あのまたイケメンが増えたなこれ。いやー、焼けてるなー。クマコーチってコメント欄に入ってますよ。頑張れ VFK さんから、クマコーチ、タクマさんコーチなんですよね。風がこちらでタクマだからクマコーチなんですかね。そうそう、クマっぽいからクマコーチ、タクマのクマでしょ。いいなぁ、タクマさん、素晴らしいですね。さあ、いよいよキックオフということで、よし、あと3分ですかね、はい。いや、なんか、何があるのか、ちょっと新鮮ですね。あ、またこの絵も。お、良平。腰パンしすぎじゃん。東條さん、今シーズンからキャプテンになりました、新井選手。やっぱ風強そうだね。ですね。あ、どっちだ、向かい風かな。前半が逆なんですね。そうしたら向かい風。結構強そうですね。うん。お、大丈夫かな。雨より風の方が嫌だよね。うん。ああ。雨の方が。あ、でもブランド変えましたよ。あ、雨の方がスリッピーになるからやりやすいですね。あ、たくまさんが佐久間さんに聞こえた。すみません、滑舌の問題で。それはダメ。変えてきましたね。こう、変えてきました。そうですね。うん、ピッチ交換しました。これやるとカメラマン大変なんですよね。分かってるな、やっぱカメラ狙ってるから。意識してるかーって。意識してたんだな、やっぱさ。ねえわ。さすがだ。お、セレモニーがあるんですね。あ、そうですね。はい、あの、医療従事者の皆様へ感謝してるので。立ちます。はい。立ったら映んなくなっちゃう。我々も、はい、この場で。座って失礼しますが、はい。感謝のセレモニー参加しましょう。わ、カメラマンすごい移動してる。カメラマン大変。見ちゃいますね、いろんなとこ、うん。違うとこ見ちゃう。はい。ございます。さあ、始まりますね。始まるということですね。やってやろう。頼むぜ。皆さん気合は十分ですか？もちろんだぞ。頼むよ。これだよ。勝つぞ。勝つよ。たまたま、たまほ、たまほ。16万。でも見入ってますよ。いいな、俺も16万よかった。さあ、皆さん一緒に応援しましょう。100、100、91だけ。熊子、熊子。あ、熊子。よし。今16番だ、はい、今16番誰、松田力也、マサルからね、松田選手今日緑一発来るんじゃないですか、風に乗っけて40番、ここはちょっとやっぱ誰もつけてくれないか。さあ、いよいよキックオフということで、ね、皆さん、あのプレイ、はい、始まりました、頑張ろう。さあ、応援よろしくお願いします。お願いします。若干ですね、こちらの配信と皆さんの見てる、私たちが見てるダゾーンは、ちょっと時間差がありますので、うん、はい、
皆さんがプレイヤーを見る頃にはちょっともう進んでしまってるかもしれないんですけれども、ね、そちらはすいません、ご了承いただけると思います。最初大事だよね、最初。ゴールシーン、肘タッチらしいです。はい、肘タッチで。他に頼むぞ。他に頑張れ。ヘルボーやちょっと技術的なとこはお二人で、ね、はい、ちょいちょい入れておいてくださいね。そうですね、お話しながら言っていただければと思いますが、うん、普段応援係にしてるんで、そう、これただのサポーターだ、サポーターこっちただのサポーター。でも、あ、そっか、監督変わったんですね。変わりましたね。あれ、あんなベンチだったっけ。楽しいですね、松田。そうですね、雨降ってるんですかね。ポンチョ来てますけど、ボールパーソンの子たちが準備してるだけじゃない。お、来たんじゃない。早速来た、来た、来た、しゃあ、やっぱ来た、バホちゃん、イエイ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 、よっしゃあ、1分、いや1分、いやい、やっぱ今年はね、バホちゃん来るよ、これ生まれてる、生まれてる、うん、ちょっと危ない、ね、すごいな、素晴らしい、1分だ、1分、他にアシスト、お、あ、違った、ちょっと、あ、ミスどうでしょう、おー、いやこれは、切れてる。いいね、ワンちゃんものにしたね。素晴らしい。カメラマンさん間に合ったかな。どうですか、早い時間帯に取るっていうのは どんな感じですか。いや、もうバウスはやっぱり日本人と違ってこう足がグッと伸びてきたりするから、まあ、はい、ディフェンスの選手がボール奪えたなって思えてももう足は伸びてくるから、なるほど、ちょっとまだ松本選手は掴めなかったんじゃないかなって、お、すごい思います、うん、ありがとうございます。クマコーチは、ね、練習場も今シーズンたくさん行って一緒にチーム見ていただいてますけど、チームの感じいかがですか。チームの感じは、まあ、雰囲気もよくすごいコミュニケーション取りながらみんなやれてるし、はい、ね、厳しさもあるので、はい、すごい今すごいいい感じでトレーニングできてると思います。あのですね、はい、ありがとうございます。ゲーム逆にあとは、まあ、早い時間帯に点取れたらどうするかですよね。これで1点を守ろうとしてしまうとどんどん下がっちゃうからね、うんうん、先ほどみたいにやっぱしまだシンプルに前にっていう感じの方がいいんですかね、うんうんうん、保持していった方がいい感じなんですかね、この早めに点を取るっていうのは。あれえ質問が来てます、前から。試合見てます。見てましたね、今。今です、今なんか、両方さ、聞くとさ、はい、ダブルですからね。じゃあ、もう一回お願い。試合展開的に早めに点が入るっていうのは、うん、たださっきみたいに、バホス選手めがけてこう、まだ蹴る時間なんですかね。保持して大切にした方がいい感じなんですか。そう、いや、まだでも始まったばっかりだから、まずはまあシンプルにでいいと思うし、うん、まあ本当岡西からの1本のロングボールでこう点つながってるから、まあ、これ続けてでもう少し時間経ってきたらまあ保持する時間も長くしていけばいいかなと思います、うん、ありがとうございますすいません、全然普通に集中してたそうですよね、キョトンでしたからね相手の出方もあるね。ああ。監督変わってるんで、松本山さんがどういう、ちょっとスタイルがね、まだ分かんないけど。10番。やべ、みんなが見入ってみれば。これは。見てますね。一人、アナウンサー必要や。そうですね、すいません、ちょっと話が、ね。試合はダゾーンで皆さん見てるから。ね、はい、試合はみんなダゾーンで見てるので。うん、はい、プレイヤーでライブ VFK ライブを見てる皆さんにはちょっとこっちのトークをお伝えしていきたいので、私ちょっと話をいろいろ振ってもいいですか。はい、ちょうだいじゃなきゃ多分見ちゃう、ただ見ちゃう。はい、まずは津田コーチお疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。つけていただいて、はい、今日はどんなお仕事。今日はユース U18 の、はい、練習トレーニング。でもいいんですか。はい。テスト休みで、全員が揃わなくて、今日は10人キーパーさんで10人のトレーニング。うん、あ、そうなんですね。はい、あれ、どっかに行かれてました？今日はね、まあ、コロナがちょっと今増えてきてるから、うん、外出はしないで。なるほど。こっちに残ってトレーニング終わりにということですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、お疲れのところすいません。はーいって終わっちゃいました。終わっちゃいました。
じゃあ今はそのユースの、はい、アンド18の16、17、16、はい、のコーチということで、はい、はい、今いい選手いるんですか。もうみんないい選手だよ。本当ですか。素直だし、みんなこう素直だけじゃダメっすよ。まあ、まあみんなね、昔よりは、まあ、みんな上手だよ。あ、でもやっぱりスクールコーチ時代と全然スタンスが違うよね。もう全く違いますけど、ね、やっぱ基本は一緒ですよ。やっぱ信頼関係を作った中で初めて小物を申せるので、うん、まあ、そこは大事にする。いや、もう人格者だからね、たくま。思いますよね、すごいなと思います、ね、うん、まだ研修生ですよ。研修生の身でやってます。鉄棒のやっぱトレーニングは入れてる。鉄棒のトレーニングは、はい、家でやってます。あ、家で自分家でやってます。ユースはね、ちょっとその環境がないから。ああ、そうかそうか。だから、うん、河川敷じゃないですか、グラウンドが。うん、うん、どうかどうか。だからちょっと、あの、置けなかったりする、ね。ちょっとまたちょっと考えます。はい。鉄棒トレーニング。うん。はい、森田剛平から教わった鉄棒。ああ、そう、はい。森田剛平さんから。引き継いでるやつね。はい。はい、あの人はすごいんで。たくまさんの体幹トレーニングも選手みんなやってましたよね。うん、やってました、ね、うん、あのそれこそ小出とか、あ、うん、そうね、うん、そういつもねキャンプの時にやるんだけど、はい、最初は10人ぐらいワールさんとかと俺らやってたんだけど、結局最後になると人がいない俺とボールさんだけで、でもね残るのでもね小出とかはね頑張って一緒にやったり、うわ、 あら大丈夫でしょうか。あ、これでも過去の松本との対戦を見ると、まあ、ここのところ勝ててないんだけど甲府は、あ、はい、得点も2012年以来だね、あ、そうなんですね。そう、15年の J1 の時も無得点だったし、甲府が、はい、で18年の時も 0-1-0-1 で負けてるので、うん、大阪からか、うん、久しぶりに得点を取りましたね。なるほどですね、うん、それはめっちゃ珍しいからみんな覚えてるんじゃないですか、うん、あ、今コメントで、うん、あのやっぱダゾーンの方とちょっとずれてしまうから時間をずらしてくださると皆さんが見てる時間をちょっとライブじゃなくてダゾーンの方を少し遅らせてくれるっていうコメントが来てるんですけど、うん、今ずらすの時間少々秒読み、はい、今こちらの映像7分44、45、46、47、48、50ぐらいです。そんな言う必要あった。こっちとじゃあ、あの、オグたちのところは合ってる。あ、ほぼ一緒ですね、うん。今8分になりました。8分ちょうど。はい、そうですね。すいません、ありがとうございます。お気遣いいただき。すみません。はい。ありがたい。あ、お、コーナーキック。ウッチーのね、キックも精度高いですからね、これ。武器になりますからね。いけ、来い。折り返す。ああ、風あるから、ね。今ちゃん。風が。結構強そうですね。今ちゃん。今選手髪伸びましたね。どっちの？ひげ。ひげもですか。ひげが伸び。今津選手この前あのそろそろ髪を結べるようにしたいって言ってました。いやだ、坊主。オグさんじゃないですか、スタンス。うん。坊主からの。侍、うん、まあ俺ちょっと結んでた身としてなんで結ぶやろ。前村がまた怖がっちゃうね。いや、そうだな。今度は今すぐに。あ、来た。許してあげてください。あ、おっと、あ、危ない。どうした？スキープした。お、すごい。おお、刺すきっかけみたいのってあるんですか、髪の毛を。いや、まあ、いや基本ずっと坊主のことが多かったから、はい、高校から、はい、ちょっと伸ばしたいなと思って、でどこまで伸ばせんだろうっていう感じで始めて。あ、なるほど。特になんかあんま理由はなかったんだけど、まあ、ただ単純に伸ばしてみたいと思って、はい、20秒から30秒ぐらい遅れてるみたいですね、うん、こっちが。頭髪検査、頭髪検査、頭髪検査ずっと坊主だよ。そうなんですね。じゃあ今津選手もさ伸ばしたいタイミングなんですかね。うん、伸ばしたい年頃なのかも。お年頃です。今津選手25歳、6歳。ナイス。5じゃないですかね、今年。うん、いや、今、武田選手、いい爪をしましたね。小倉をほう。そう、本当、大倉を打ち取させる、いい爪をしてたんだね。今、10分ちょうど過ぎたところですね。はい。はい。ディフェンスの時に2トップなんですね。おー、うん。
まあそっちの方が3バックだからハマるのか。うん、ああそこね。おあれ俺これ一つ言いたいんですよ。あれね、流しゃいいじゃんっていう。ああそうね。コーナーになるかならないか全然やっぱ違うし。うん、松本山さんちょっとセットプレー強いイメージありますね。ねおかりがね。おかり頼むぞ。お前おかり選手。ショート。セルジーニョ選手ですよね。そう。いいよ、いいよ、当てにいて。あ、キバおいおい。やばい、やばい、やばい。よし、やばい。ナイス。おう。クリア。おう。おう、ブラブラブラ、ナイス、ナイス。頑張っています。大丈夫かしら。詰め入ったね、これね。大丈夫です。大丈夫です。はい。厳しい。あ、大丈夫。ああ。今後からだね。なんだろう、それさっきからすごい出てくる。タツさん。キーパーがさ、タツ。お、いやでも。そう、まあ出るからにはまあもう。タツシ君が2回絡んだね。まあでも怪我は怖いですからね。そうですね。はい。怪我しないでほしいです。ちょっとあの。またさっきちょっと突っ込むタイミング逃しちゃったんですけど、あの津田さんは髪型ずっと一緒じゃないですか、はい、なんかこだわりがあるんですか。そう、ね、これね、引退するときにもう一回丸めてリセットしようとしたんだけど、はい、ちょっとやっぱ無理。このタイミングから丸めるのはちょっと無理だった、ちょっときつかったですかね。確かに高松もずっと変わるな。そうこれね、2000いつだっけな、ね、あ、そうそう、写真見りゃいいんだ。そうなんです、ね、歴代写真もね11ぐらいだと思う。2011ってことは10年の時は違うよ。あ、そうですね、2010年の写真はちょっとこう前髪があって長い感じ。11か、これが10年だ。10年の写真ちょっとボール持たれてるね。でもね、あそこからだよ、あそこからちょっと一回見ていい、はい、あ、もちろんもちろん、10、はい、あ、もしだったら、あ、もしだったら、okay、取れないんですよ。ちょっとあれだね、高間さんどこにいるの、こういう引き込みになってるのかね。引き込み？うん、いやいや、ちょっとボール持たれてる時間が長いなと思って。うんうんうん。うん、いる？いるだ。あ、いたいた、まだ。2011年からってことは。全然違う。それ長い。長い。あ、じゃあこっちだ。2012年からだ。2010、あ、いや、うん、もうちょっと後かな。さった？終わったのかな、これは。17番。ああ、若干、あの、こっから横を借り始めて今になる。あんまり変わんないですけど。こだわりは別にない。こだわりないけど、朝は起きて風呂入るときに、そのまま借りた。毎日ですか？え、自分でやってるんですか？毎日。ここら辺もね。はい。え、毎日剃るんですか？毎日っていうか、まあ、ちょっとパンドみたいなとこ。完全こっち見入っちゃってるけど、そうです。いや、あの、トークショーの方にもぜひ、あの、高野さん、前村君、集中して。いい、もう、ちょっとあのね、こっちのね、画面の方が集中しなきゃいけない状況になって。あれおいいね。おいよ。見て。ここでね、ああ、はい、やめて。あそこでやっぱ1対1勝負できるのがいいですよね、うん、泉沢選手は、うん、今日は最初から泉沢選手が左にいるんですね、うん、お、うん、だ前節のアシストももうその切れないでちょっと上げたりするのはあれ、はいはい、やっぱうまいよね、うん、うまい、いいね、いい対応してるね、ハヤさん。ああ。中山選手。うん、はい、あれ一緒にオグやってたのね。やってますよ。そうね。浦田選手も一緒ですか。え？浦田選手も同時。浦田はそう。浦田は同期でマリノス入団から。あの天理高校からマリノス来て。はいはいはい。俺は見たことマリノス行って。ゆかりのある選手がじゃあ。帝京じゃ一緒じゃん、東京で。はい、そうです、一緒に得る、うん、はい、でもまあ年はもう4つ下ぐらいですけど、あの、うん、同期で入団しただけ、
高卒で高卒でマリノス来ました。すごい。で、愛媛とかにレンタルで出てきゃって、で、まあでもいろんなとこ行って、まあなんだかんだまだ頑張ってますから。オッケーオッケー。落ち着け落ち着け。前半15分経ちましたけど、ヴァンフォーレ甲府どうですか、今。15分経過して。いや、もう今が 1-0 で勝ってるから、いいんじゃないですか。そうですよ、まあ、まあ確かにね、うん、内容的には早めに点取れましたけど、その後の展開はどうですか。でも特に危ないシーンもないし、うん、まあうまくこのままちょっとコントロールしながら追加点狙えれば、うん、いや、いいタッチ、うん、はい、でまあこういう時にセットプレー点取れたりしたらいいし、ね、オッケーオッケー。まあ、こっち逆に前節ちょっと3失点しちゃったんですけど、ディフェンスラインどうですか、今日の入りというか、ここまで。まあ、どのゲームもその久しぶりのゲームでこう、なんだろう、失点の仕方がちょっと、ね、普段のこのシーズン通してのゲームとは違った失点の仕方を、なんだろう、ちょっと簡単な失点が多かった、うん、ちょっと傷んでますね。ね、まあ、でも、お試合をこなしていくとやっぱり。誰ね、ディフェンスどうして時田選手ですか。聞いてない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 聞いてますよ。もうダメだよ、すんごい喋る困りますよ、振ったままだって。それだから、うん、交代です。あら、今年5枚交代できますしね。そう、そうなんですよ。うん、長崎にいた選手だね。うん。交代枠が5枚あるっていうのは。井上選手。どうなんですか。いや、5枚あるのはいいんだけど、俺もこの前知ったんだけど、何できる回数が3回。あ、そう、3回です。で、なんかハーフタイムとかで変える。1回。そこら辺もちょっと分かんなくて、あ、どうせだったら全部もう5回とかもうがシンプルでいいんじゃないかなとは思ったんだけど、はい、まあ決まっちゃったんでしょうがないって。そうですね、今シーズン合計の交代枠があるけど、ゲーム中は3回ですね。でプラス前後半のタイミングで交代ができて、何歳で4回89で5人、うん、はい、一緒だですね。なんかそこが分かりにくい、うん、あ、交代ですね、交代。だからよりアグレッシブにこう前半から人も変えれると思うし、うん、はい、まあ、2枚替えだったりこうポイントでこうパワープレーだったりっていう、この間のコーブじゃない、うん、はいはい、そういう使い方があるけど、まあ、デメリットもあるじゃん。5人変わるってことは、それだけ半分チームの半分が変わるってことは、うん、こう90分通して のプランっていうのはちょっと難しくなってくるところも多分あると思うし、うん、はい、うん、だからまあどっちもありますね。なるほどですね。まあでも今そうですよね、きっと予期せぬ交代なんでしょうね。そうね、でもそういうのもあと4枚変えれるから。そうですね、それはありがとう。井上選手は琉慶だから、今津選手の 大先輩ですね。これは大先輩ですか。 6歳ぐらい違うのかな。今年31の、うん、そうね、これちょっとどんどん押し込まれていくんですよね。おっと、ナイス、そうだに、ありがとう。 OKOKOK 落ち着いて今日、はい、高木か、都市山形で一緒にやってる。あ、そっか、そうですね。左足で、まあいい。あれ、なんかさっきガンバの時にも一緒にやってた選手があって。まあなんか今日多分メンバー外かな。あ、入ってなかったんですね。はい、高木、はい、あ、入ってる。あ、入ってない。ないですね。うん、ね、やっぱり高間さんもそうだと思うけど。一緒にやってる選手とかも多くてそういう選手を見るのもまた楽しいですけどね。うん、あの時若かった選手がまだ頑張ってやってるのかとか、あ、なるほどですね、多くなってんなとか、うん、そういう成長を感じるのはまた楽しいですね、うん、ほうほうほう。なんか今年の甲府で成長を感じる選手いますか、お二人の。おっと、おい、気をつけて、うん、おう、危ない危ない。今年の甲府？はい。成長したな、この選手はっていうお二人から見ていますか？
成長は、まあ、注目してるのか。でも、まあどうだろう。20分経過しましたね。どうだろうな、ちょっと甲府のあの選手メーカー見せてもらっていい？選手メーカーです。たくまさんは、終わった、危ない。両兵大丈夫か。まあでもまあ岡西なんかね、こうやって、はい、チャンスをまたもらって、うん、まあね、前節は出てすぐ失点になってしまったけど、はい、まあ、また気持ちを切り替えてこうやってね、ゲームに臨んでると思うから、まあ今日はちょっと楽しみにして、はい、ね、見てる。ありがとうございます。うん、今日の注目選手は岡西選手ということで。いや、でもないです。あれ違うんですか。まさかのオーバー。いいよ。いけ。バホちゃん。でもね、バホスはね、トレーニング見ててもね、すごい。まあ他の。オッケー。ブラジル人がすごいこう、バホスのことを気遣ってね、ラワイルだったりね、試合で出てなくてもね、その辺はすごいケアしてくれるから、まあ、うんうん、彼はすごい。思うとこもあると思うし、はい、ね、こうやって今パフォーマンスも点取ったけど、うん、今年ね、バホちゃん、すごい笑顔も多いしね。多いですね、すごい。大人になりました。大人になりました。あ、コーナーキックじゃない？コーナーキックじゃなかったんですか？あれ？本当だ。なるほどですね、1-0 で続きますけど。沼さんはどうなんですか？いたよね、草津、はい、去年草津でやってて、うん、でまあ昇格して、うん、あ、昇格、あれ去年昇格だよね、昇格し、ね、うん、昇格した、うん、でまあ今年変わって、うん、どうなんですか、もうなんか市船のイメージがあるよね、そうですね、布さんって言ったもんね、市船だね、市船ですね。これね、 B 級のね、指導者のインストラクターがうん、どんな方なんですか。いや、すげえ、そしかもみんな集中しちゃうからね。すげえ怖いイメージだけど、そのイメージしかなくて。大人にはやっぱね、優しい。大人に怖かったらやばい。確かにね。まあ、10年以上前だったけど。うん、やっぱじゃあ高校生には厳しくっていうところがあるんですか。いや、まあまあ、ちょっと怖いイメージ。もう高校の先生すごい怖かったですけど、今思えばまあ、うん、はい、自分たちのことを考えてやってくれてたんだなって思いますけど、ね、一人でできちゃうね、この選手は。セルジーニョ選手ですね、注目の。まあそこのエリアで前向かれるとやっぱ、ね、うん、そうですね、で、あそこからちょっと、まあ、前節もそうだけど、ちょっと崩された時、うんうん、うん、だあんまり前に向かせたくないし、まあ、向いてもしっかり蓋を誰か一枚できれば、で、まあ、下げさせる分には全然いいと思うし、おおおお、全然キックフェイントになってなかった。バランス崩した、危ない危ない。もう今シーズン3回目ですからね、岡西選手も。そうですね。はい。あ、給水タイムね。給水タイムですね、そっか。今シーズン、ドリンクの飲み回しができないので、給水タイムが。俺らの、あの給水タイムは。俺らの給水タイムはあれだった。失礼しました。お水、お水、ご用意してましたよ。前村さんだけ飲んでますけどね。おい、準備いいですよね。やっぱサントリーさんのお味噌おいしい。チーム、私、こうしようぜ。あれ、さっき買ってきたからね。話振っといて無視するし。いや、聞いてます。すいません。すいません。給水タイムでございます。あ、これさっきのね。はい、1本目ですね。おー。いいね。このキュンキュンなね、やっぱバホちゃん。甲府市上空に虹っていう情報が入ってきました、今コメント欄から。これ、ディフェンスがちょっと軽すぎて。よね、松本は。うん、やっぱバホスどっち利きかっていうのももう分かってると思うし、うん、左で打たせる分には全然いいと思うし、こう、角度もないし。あそこ切り返されたら両方コース出てきちゃうから、キーパーも絞れなくなる、ね、そうだな、まあちょっとディフェンスは軽すぎましたね、うん、解説っぽい解説っぽいっすね。さすが1試合を経験して、はい、
まだまだや。給水タイムも終わりました。大丈夫ですか？給水足りましたか？ありがとうございます。はい、すいません、気づかず。申し訳ない。用意だけして。給水とか入ると落ち着く方なのか、逆にまた一からでやりづらくなったりするのかな。いやでも、落ち着いて話せるから、確認ができる、ね。はい、監督ともそうだし。なまあ助かりますね、うん、でも流れは止まっちゃうよね。そうですね、そういう考えもあるかなと思って、うん、勢いがあるときはちょっとね、うんうん、再開のときに気をつけ、でもこれから連戦になっていくときついですね、うん、そうですね、この最初の3試合までは週に、はい、1回のいつものペースですけど、7月の15日から水曜日入ってきますからね、うん、今日調べたら山川さんは選手36人いるということで、甲府は29、はい、まあ、特別規定が2人入りましたんで、うん、あれですけど、人数ところもちょっと大変なんですかね、うん、山川さんもともとルヴァンカップの出場があったからね、うん、あそういう、そうですね、なくなってしまったけど、そういうのもあるかもしれないね、うん、ルヴァン、タコマさんもいましたよね、ルヴァンカップ、うん、やった時、うん、J2 からのコーナー、あ、いないいないじゃん、俺コーナー、気をつけて、うん、そうじゃん、あれあの時怖いよね、うん、2018年、そうですね、うん、この選手をさ結構なんかデザインしてきますね、うん、あこっちか、お裏から行かれると、あついてたから、反町さんが松本いた時セットプレー大事にしてて、うん、こんな形でやってきてて、うん、あそれはそうなんかヌノさんもいろいろな形を作ってんのかなと思いますね、うん、セットプレーのイメージされて、すごい強いです。はい、マッツも正しい。ああ、あれ、松本の岩上はまだ、あ、いないのか。岩上選手いないですね。2つに行ったんだ、ロングスロー。中野。もう今28分ですね、うん、ところまで来ましたね、うん、おっ、はい、あっ、いいよ、あれ音いいよ、あ振って振って、見ちゃいますね。やっぱりちょっとすみません、見ちゃいますね。川上優、あ、草ついた。ちょっと下げた時が今みたいに蹴っちゃうと思ってないですよね。うん、せっかく前棒なのに。あ、すみません。前村君、なんか喋ってよ。ちょっと今試合見入ってました、すいません。みんな試合見入ってましたね。解説の小倉さん、聞こえますか？はい、はい、何でしょうか。試合前に話をしていた、はい、ダブルボランチ2人、中村選手、武田選手、どうでしょうか。はい、はい、今、すごいバランスよくやってるんじゃないですか。この2人ディフェンス部分でも、はい、ディフェンス部分でも。うん、もうちょい押し込まれたときに、前を押し出せていけばもうちょいいいけど、今のところはすごいバランスよくやってると思います。玉際も戦ってるし。いいよ。はい、お、うん、どう、頑張れ。追いついた。中。お、オッケー、ゴー。はい、ああ。武田のね。ミドルシュートが得意だから。
ますね。やっぱ見入ってしまうな。うん、なぎちゃん喋って。はい、人任せ。いや、ごめんなさい。私もあの話を振らせてくださいと言いつつ見てしまって。あのたくまさんがすごい真面目に見てきた。うん、言いながら。見ちゃうよ。すいません。あのでも、試合観戦って、なんかあの私はあの割とわーわー騒ぎながら見ちゃうタイプなんですけど。うん、それは先ほどから分かります、ね。どうですか？お家でなんだから。はい、お家で観戦ですからね。はい、そうなんですよ。あの、割と、行けとか、はぁとか言っちゃう。うん、いいよ。こだって声だけしか入んないんだから。はい、大丈夫ですか、うん、あの、そのうち真剣に。真剣に。見ちゃう。ダメだって。高尾さんもずっと見ちゃうよ。あ、ウッチー選手の。え、どういう立ち位置で見てるの、タクマ？スカウティングの目。コーチになるとやっぱり見ちゃう、うん、なんだろう。全体を見て。見ちゃいます。はい、ああ、やっぱりそう。あ、うん、でもあのもう一人ぐらいキッカーいたらまた違うんですけどね。そうだね。誰か蹴れる、右足で蹴れる人いないのかな。お。お。お。いい。いけ。いけ。ああ。落とす。落とす。ワンズ大丈夫か。大丈夫かな。痛めて。ナイスキーパーね。うん。出ましたよね。選手の時ってあのこう試合見返す時とかっていうのはどういうところで見るんですか。どういうところ。どういうところ。なんかどういう風に見るんですか。普通に。ああ、あれでね。あ、場所、うん、場所じゃなくてなんかどういうところに注目できるのかなと思って。全然出ない。場所。場所。なんかまあ若い時はもう自分のプレーのことばっかりだったけど、うん、やっぱ年バフちゃん大丈夫か？回っていくごとにチーム全体の、はい、まあこうこの時どういうまあ落ち着かせてブロック作ってやった方が良かったとか、はい、まあ、もうちょい前から取りに行かせれば良かったとか、はい、そういうなんかバランスのことをまあ最後の方はすごい考えながら見てた。うん。ね。オッセシ大丈夫かな。うん、心配だよね。うん。ああ。ちょっとクリアな足が。ロングスロー。お。誰が投げる？あ、タツか。おお。あ、出てしまいましたね。うん、湿度が高いから汗がね、うん、ああそうですね、暑、ね、くなさそうに見えんすけどね、うんうん、湿度が高いからね。風はなんかちょっと落ち着きましたかね、うんうん、どうだろう、フラッグが映んないからわかんない、うん、だからさっきあのゴール裏に飾ってあるあの幕が試合前はかなり、うんうん、はい、揺れてましたけど今どんな感じなんだろう。あ、でもなんかコーナーフラッグは微妙にゆらゆらしてる、うん、アルインは何だろう、ちょっと深くなってるから風を感じやすいのかな、あんまやったことないアルイン。アルインはね、風もありますけど近くに空港があるから上に飛行機、あ、そうだ、うん、飛ると結構低空で飛んでるよね、チャンスね。集中せ飛行機を見た、うん、結構近いですもんね。結構近いし、音も迫力あるから、はい、うん、なんだって言って、なんだっつ、その関係でね、照明も独特な感じの、うん、ね、通常の照明と違う低い位置にやっぱりあるから、選手だと目に入ってくるのかなと思ったけど、眩しいとかってことですかね。どうなったかな。ナイトとかやってないかも、自分のイメージ。まあ、確かにそうですね。あんまり夜行ったイメージがないかもしれない。うん、でもやっぱりサポーターのにすごいプレッシャーが強いから、はい、うん、逆に今日その無観客で良かったのかなと、うん、アウェーっぽく感じないし、あのね、はい、サポーターね、うん、感じある、そうですね、まあ皆さんが見に行けるね状態であれば甲府からもいつももうやっぱり近いって、うん、はい、うん、はい、2000人とかいつもいてくださってるのかな、うん、
はい、応援があるんですけど、今日は、ね、みんなダゾンで応援をしてくださってますけど、うん、サッカー専用がやっぱいいです。なるほど。そうね。すごい。あんまダメ。でもなんか無観客のまた良さはあるよね、これね、選手の声って聞こえないからね。はい、あ、そっか、うん、すいません、私が今あのダゾーンの音声一切ないので、うん、あのどんな感じですか。いやでも今日リモート応援入って、うん、大丈夫か。リモート応援入ってますね、今日。うん、聞こえますね、うんうん、ボールを受ける音とか、はい、普段ってこうやって聞こえないでしょ、絶対。聞こえないですね、うんうんうん。俺いたらちょっとやばかった。やばかった。ショーにしなきゃいけない。ショーにしなきゃいけない。いやいや、でもすんごい喋ってんなっていうね。いやでもあの私も思いました、この前あの甲府でもリモートチアラということで応援のシステム入れましたけど、あでもそれでもやっぱりいつものスタジアムの声よりは選手の声すごくあのダゾーンでも聞こえたので、はあ、みんないいボール入れてくれって言うんだっていう感じはありましたね。コミュニケーションは大事だから。バフちゃん大丈夫？戻ってきたね、うん。チャンス頑張れ。うん。どうす？うん。うん。ああ。しかない。うん。で。ああ。流る。仕掛けろ。いいですね。ジン。ちょっと動きやすくな、うん。おっと。取りたい。頑張れドゥ。ナイス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 ドゥ。松本のディフェンスはどんな感じですか？見て印象は。松本のディフェンス。あ、でも。あでも前までやったときはすごい硬いイメージがあったかな。それこそ飯田、うん、はいはい、ね、はい、人がいてやっぱ高さもあったし、もう硬いイメージで、まあもうみんなあ抜けろで頑張って守備して、はい、うん、っていうずっとイメージだったね。今日はなんかまあ、うん、そんここまでなんかすごい硬いとかっていうイメージもないし、うん、なんか前の方が玉木はすごい戦ってるなっていう。いや、なるほど、もう惜しいね。もう10分ぐらい。はい、そうですね、うん、今こちらの映像で38分、うん、はい、のところまで来てますね。でちょっと後半風下になるからね、うん、まあ、できればもう1点ぐらい取ってればだいぶ楽になるとは思うけど、うんうん、なるほど。今のコメントの方すいません、ちょっと遅かったかもしれないんですけど、なんかあの山川はバホスを警戒してますかっていう。まあ、やっぱ警戒してると思いますよ、うん、どこ、まあ、山川に限らずどこもスカウティングするときにやっぱり怖い選手だと思うし、うん、でまあ、決定力もあるから、はい、で逆に、まあ、俺のそのちょっとイメージで言うと、はい、まあ、厳しく潰しに来られると嫌がってイライラしてプレーしなくなっちゃうから、うん、まあ、今はどうか分かんないけど前までは、ね、はい、やっぱそこをしっかり潰しに相手だったら来ると思いますけど。あ、なるほどですね。それでもやっぱあいつがこれからしっかりプレーしなきゃいけないと思うし、そういう状況でも、うんうんうん、そのぐらいの意識でやってくれれば、まあ、またもっといい選手になると思いますけど。今シーズンは調子が、ね、うん、はい、いいと。俺も一緒にやってるけど、はい、能力今までにあの甲府にいたブラジル人なのかなりトップレベル。お、うん、はい、まあね、ダビとかね、あの辺もいたけど、うんうん、バホスはちょっと、まあ、あれにいろんな後は得点の、ね、パターンがあれば、ね、ヘディングシュートがあれば持っていると思うんだけど、うん、はい、かなり能力が高い。そうなんですね、うん、もうね、本当にだってさっきも1分で点取ってくれていて、ね、2点目3点目欲しいところですね、うん、今40分がちょうど過ぎたところですけど、こっちの方が先今から危ないの。
お二人が監督ならラスト5分ですけど、どういう、どういう指示を出しますか？徳間さんは今ちょっと前守備のところが、はい、前線の守備は今はまってない中盤の守備に変えてるんだけど、うんうん、そこからちょっと深いところまで持ってこられてるから、はいはい、どこかでこう行くチャンスを、あの3ラインをしっかり整えた中で全体が下がらず、下がりすぎず、うんうん、あのプレーできないと、あの失点につながってくるし、うん、ファールになったり、うんね、セットプレーでね、うん、あの得意としてるからこういう風になってくるんで、うん、ちょっと最後の時間帯は、うん、下がりすぎず、しっかりボールに、ボールの対面の選手にはしっかりボールに行かないと全然下がってきちゃうから、うんうん、ここは大事なのかなと思って伝えたいと、うん、はい、さすが熱い、危ぶ、うん、滑んない方がいいですよね今は、うん、オグさんだったらどんな言葉をかけたいですか？あと、いやでももう徳間さんと、うん、同じで、うん、まあ、今もこのバックパス、まあ、今もって言っても多分難しいと思うちょっと違うのあれだけど、バックパスとかに対してやっぱ少しでもライン上げなきゃいけないし、うんうん、まあ、あと入くさび入ってきたボールとか、うん、しっかり前向かれないように蓋して、はい、でそういうちょっと細かいところをラストまあ5分で、まあ、あともうとりあえずもうはっきり、うん、まあ、今はもう勝ってるからとりあえず 1-0 でまずハーフタイム迎える、うんうん、これどんどん下がっちゃうとこういうふうに押し込んで、これどっかでボールサイドの選手が前に踏めば全体は上がってくるんだけど、やっぱ1点を守ろうとするとか時間帯とかのでやっぱり心理的なものもあるし体力的なものも多分ある、はい、当然ね負けてる方もね前に来るからこういうになってきてしまうけど、でどんどんバフォースも下がっちゃったら、うん、ずるずる出ていけなくなっちゃうから、またこうなの。選手は今何分ぐらいとかってどうやって気にするのか、ビジョンとか見て、教えてくれる、うん、教えてくれる、ね、ああ、で、ロスタイムになったら、まあ、俺は審判に聞いたりします。あ、うん、あと何分とか。ね、時計が出てるところだと分かるけど、うん、はい、うん、でもベンチも結構あと何分とか言ってくれたりしてるんで、オーナー多いな、そうですね、うん、頑張れ、まあ、この時間帯はもうしっかり、これも2時疲れちゃって、これも1人、ここは1人しか、バホちゃん頑張れ、ナイス、集中、どん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 ちょっと押し出さなきゃ、結構ずるずる下がっちゃってる、こういう状況の中で、今このスタメンの11人の中だと、新井選手とかやっぱ小柳選手中心になって、もっと前から行こうとか、まとめていくんですかね。オグさんとかがいるときは、オグさんがすごい声を出して、もっと前にから行けよって言ってたイメージがすごい強いんですけど、このメンツだと、そういうタイプは、まあ、今津もあるので、まあ、タツもそうだし、でもやっぱどうしてもそこディフェンスラインだから、はい、なん、ボランチが行った方が、まあ、一番やりやすいっちゃやりやすいかな、うんうん、はい、前まで距離があるし、あで、まあ、ボランチ両真ん中だからそこが指示を出した方がいいのかなと思うし、うん、特にさっきも出てる若い2人ですもん ね、ま、中村武田、うん、ただそんな中中村亮太郎今日初出場、初スタメン、いやいや開幕戦で、あ、出たか途中から集中やったやった、さっきしたぞ亮太郎ん、中村出てない、んそうだね、こういう風に今出てないっけ、武田翔平みたいな、出てないな、武田が出てんのか、ちょっと大使ちょっとでも牽制できる、あ、そうか、あれだね、中塩が出てたけど亮太郎は出てないね、え、出てないの、初出場、初スタメンですね、そうだそうだ、あ、中塩選手が出てた、集中してました失礼いたしました、どうですか、かわいそうやろ、武田は
大卒ルーキーで入ってきて、前半。飲水っていうか、はい、飲水もどうしても長くなるから5分、そっか。そう、武田は出たのか。武田出ましたね。ミドルシュート。うん、あったね、最後ね、おいしい。5分なんと。前半で5分って結構珍しいね。でもこういう試合が増えてくるでしょうね、きっと飲水があって、うん、まあ、で、あの負傷で交代もありましたから長いんだと思うんですけど、こんな今セルジーニョがすごい下がってきてますね、うん、こういう時ローカル放送あったら結構ね、やばいぞ、最後収まりきるかなと思うもう本当はあのうちうちの話ですけどそう、こんなこともそっか気にしなければいけないんだ、ね、私も今思いました、うん、放送枠が収まりきる、はい、そうなんですよ、地上波の放送は、はい、時間が決まってるので、うん、長くなってしまうと最後よく切れちゃう、野球がね、あ、野球が、はい、途中でなってしまうように、そうそう、そこってほら、はい、あ、いいですね、全体もちょっと上がるんだけど、はい、でも相手のワイドが張ってるから、ちょっとサイドバック的にはちょっと上げづらい差はあるんで、ナイスナイスナイス、ちょっとここ耐えたいね、5分か、そうですね、うん、なかなかもうタイムでこんな長いことってありますか、まあ、飲水あった時もあるかもしれないですけど、あんまりないですね、基本あの後半の方がやっぱ長くて、そうですね、 OK、だいぶラインが低いね、もうね。取った時も出ていけないんですよね。うん、そうだね。まあ、今みたいにここで剥がせるからまだいいんですけど。おい。あ、でも選手に聞くと5分は伝わってるだろうから。うん。うん、耐えてほしい。ペナの中まで入っちゃってるからね。ね。下げすぎっていう感じですか、やっぱずる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 どんどん。いや、頑張れ、頑張れ、頑張れ。あれ？まあ、ペナの中に入ってしまうと強くいけなくなるから、うん、やっぱりペナルティーエリアが出たいですよね。PK もな。ああ。これは助かる。はい。うん。おん、やっぱあえて簡単にシンプルに上げてくると助かるって感じなんですか。あ、でも今のはまあ精度が低いから結構、うん、まあ、うん、助かるけど、うん、やっぱあれが精度高くて中に、はいはい、それこそあのうちみたいに、はい、うちみたいにっていうか、はい、こうみたいにゾノとかマイクラファエルとかいたらまあ入れられるのは嫌だけど、うん、これ別に見てるとそんな大きい選手もいないし、はいはい、あそこで簡単に入れてきても別に怖くはないかな、うんうん、あ、ナイスナイス、お、取りましたコーナーですね、今津選手も結構、あ、ワイルドだね、大きい声出しているイメージありますけど、うん、それはアイテムフリーキックだと思うし、うん、コーナーの前にフリーキック、あら、本当だ、 あと1分ですね、今40、こういうとこを大事にしたいね、うん、はい、ここで取れればもうだいぶ違いますけどね、やっぱ今津選手、小柳選手がターゲットになるんですかね、いや欲しい、そうだね、その2人、うん、コースのヘディングは強いタイプ。おー！来い！うん。そう、それを拾えればまだ、まだ。オッケーオッケー。いいボール入ってんだけどね。うん。いいですね。これ、まあ、ちょっと時間かけたいね。まあ、入っても入っても入んなくても、まあ、これで終わるぐらいな、うん、ゆっくりやれば。長かったロスタイムがあともうすぐで終わりそうですね。風結構やっぱ吹いてますね。うん、運営上はあと1分あるかもしれないよね。そう。59秒までだ。はい。来い！うん。オッケーオッケー。あ、
前半終了。はい、いや、結局見入っちゃうな。うん、何も、ええ、セカンドスクリーンの難しさを痛感しております。俺はね。はい、まずは 1-0 で、はい。よかった。終えたということで、ちょっとじゃあ一旦ハーフタイムに行かれますか、あの休憩される方は。はい、俺らもハーフタイム入っていいの？いや、あの、もしなければいていただきたい。何もなければいていただきたいですけど。大丈夫ですよ。大丈夫ですか、本当に。ありがとうございます。どうでしたか、あの前半を終えて感想は。いや、もう入り方も良かったし、はい、で、いい時間、いい時間帯というか、早い時間に点取れて、はい、もう良かったと思います。ありがとうございます。いかがですか、塚さん。いや、もう僕言ってる通り、あのね、入りも良かったしね、危ないところもなかった。はい。うん、また入りですね、次の1点でまた試合展開が変わってくるし、後藤もね、5枚使えるみたいなアグレッシブに相手も来るから、はい、うん、この辺がちょっと注目してみて。なるほど、ありがとうございます。高野さん、前村さんはいかがですか、感想とか。いや、もう比較的早い時間に点取ると、いつもこう意外と早くまた追いつかれたりっていうのがこれまで多かった中、安定して、守りもできてたし、後半につながるかなと思いますね。ありがとうございます。うん、で勝手に知った風に言ってるけど、なんかね、いつもそういう気持ちで見てて。うん、はい。まいちゃんは、あのお二方が言ってたように、あの結構ずるずる下がっちゃってる感じがしてたんで、ハーフタイムで、あの多分監督もコーチたちも指示を皆さん、選手の皆さん出すと思うんで、どうやって修正してきてくれるのかっていうのがすごい楽しみです。おえは、緊張した。ちなみに山地さんはどうでした？山地ですか？はい、あの山地はあの皆さんの会話をこうちょっとどうにかつなごうと私の前半のすみません、何もサッカーの、うん、違うミッションがあったからね、ないため、うん、そうなんです、申し訳ありません。いや、私はあの前半の反省としてはもっと話を盛り上げたかったって、これにつきますね。すみません、それはこちらもです、すみません全くもって見入ってしまいました。もう早速1点見れたのはやっぱりすごい、サポーターさんも嬉しかったと思いますし、はい、一気にボルテージ上がったんじゃないでしょうか。で、ナイスゴールでしたってすごいいっぱいコメントもいただいてます。で、はい、あのすいません、あまりちょっと告知ができてなかったですけれども、あの今日プレイヤーというところ の、 あのライブ配信してるんですけど、あのバンギフということで、あのバンフォレコフにギフティングをすることができるようになってます。で、皆さん今、チャットのページを見てもらってると思うんですけども、これですね、このチャットにいっぱい皆さんコメントをくださっていて、これを少しあの左にスライドすると試合情報っていう画面になるんですね。そうするとそこの一番上にバンフォーレ甲府にサポートするっていうところがあって、そこからあのバンギフの、はい、お気持ちをいただけるようになるんですけど、こんな感じの画面ですね。そうですね、素晴らしい。で、ここですね、皆さんが見てるこのチャット画面ですね、こんな感じで見ていただいてるのを押していただくと、で、ここのバンフォーレ甲府サポートする、もって押していただくと、ギフティングページに飛ぶことができます。はい、で、今日あのバンフォーレ甲府ギフティング、バンギフやっていただくと、抽選で1名様に。いや、いいな。はい、ラファエル選手の、いや素晴らしい、サイン入りオーセンティックユニフォーム長袖、はい、見えてます、見えてます、ありがとうございます。でもタクマさん取れちゃってる、タクマさんのサインいらない、あの、うん、がいや、違う、やめたし。でですね、あの今日特別にあの小倉翔平さんと津田拓磨さんのサインを入れたサイン色紙、やめた方がいい、いや、あります、あります、はい、してください、ぜひ、はい、こちらあの急遽ですけれどもプレゼントということで、あの2名様に、2名様にこちらの色紙もプレゼントさせていただきたいと思っております。あのバンギフ参加していただいた時に、皆さんニックネームとメールアドレス入れていただくんですけども、メールアドレスの方にあの当選結果お知らせしたいと思いますので、ぜひお楽しみに。
していただきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、まあ、1名のプレゼントは、ユニフォームで、3名の方には、今日のスタメン選手のサイン入り色紙も、はい、プレゼントいたしますので、ぜひ皆さんサポートもよろしくお願いします。お願いします。サポートをすでにしていただいた方のコメントもたくさんこうやって来てるんですよ。こんな形で来てまして、これみんなも見れるんですけど、ありがとうございます。はい、頑張れバンホーレ、勝って帰ろう、みんなで勝とう、バッフォスゴールサンキューって書いてあります後半修正すべきポイントは何でしょうかって来てますね。あ、後半修正すべきポイント、たくまさんお願いします。さっき言った言ったはい、まあ守備のところ下がりすぎるとやっぱり、ね、セットプレーもあるし、うん、自己的にね失点になったりするから、はい、まあボールの、まあ、なんか正面の人がしっかりボールにアプローチし して、うん、内側に締めたり、うん、できるだけずるずる下がりすぎないで、まあ、前であとは奪うチャンスを逃さない、うん、守備のところね、はい、うん、ありがとうございます。お二人的前半の MVP は誰ですか？前半 MVP、 どうだ、まあでもまあそうなるとやっぱ点取ったバフスとか、はい、あとまあ今のところしっかりゼロで抑えてる岡西とか、はい、かな。またね、初出場、あ、中野良太郎選手、ね、まあ、趣味のところで貢献した、はい、中村です、ね、中村良太郎選手、ね、そうですね、大卒で新人ですけど、うん、しっかりプレーしてますね、うん、だからね、初出場でね、お客さんが入ってる中で多少緊張があるかもしれないけど、ね、デビューするには、うん、逆にいいかも、うん、確かにそれはあるかもしれない。これででも一本で点取るならするね。なんと一本だ、ね。立ち上がりはやっぱりこういうのが多いね。そうですね。立ち上がり、ここで、ね、出てくるんだよね、足が。そう、うん。足が伸びるってさっきおっしゃってましたもんね。グイッと組んでる。はい。バランスいい。ありがとうございます。じゃあちょっと一旦、うん、コマーシャル、コマーシャルではないんですけど、すいません、ちょっとこちらの都合で大変申し訳ないんですが、ダゾーンの映像を一回ちょっとチェンジさせていただいてもよろしいですか？うん、これ撮った方がいい。あ、大事、はい、撮っていただいて、でちょっと一旦こちらストップにさせていただきます。あ、はい、閉まっていただいて大丈夫です。赤つけとくから。ありがとうございます。これ今他会場を見ると、はい、次に対戦する金沢が新潟とやっていて、うん、4対2で金沢が勝ってますね。前半で怖いですね。前半4対2か。どう、まあ、前回、まあ、新潟見た感じ少し守備で、軽いなとも思ったし、まあ、うちもって言っちゃう。いや、いいじゃん。うちですよ。うちで。まあ、ちょっと新潟の方に守備の問題があるのかなと。まあ、監督、新潟変わって、結構ポゼッションはしっかりできるようになってたけど、守備の部分で、そうですね。課題があるなとも思ったんで。ポゼッションは新潟が 65% で、金沢が 35% なんですけどね。金沢は柳下さん、うん、多分が結構現実的なサッカーしてくるし、まあ、そのポゼッションに、まあ、見てないから何とも言えないですけど、ポゼッション率見ても、まあ、ボール持たれてるけどしっかりゴールに向かって来るのはまあ金沢の方だと思うんで、まあ、セットプレーとかもやっぱ武器になってますし、まあ次節、ね、まあ、ちょっと勢いに乗せると怖いですね、うん、まずは今日の試合に集中して、う
まあ、まずは、まあ、そう、本当に、はい。次より、まずは一試合一試合、うん、しっかり、こなして。はい。あ、つけてもらって大丈夫。何を見るの？音が聞こえてます？今。聞こえてますよ。聞こえない。交代あるかな。チームで。すみません、皆さん少々お待ちください。え、音？こっちの、ね、音を拾うはずなんですけど。あれ、今日マサルさんは？なんだろう。頑張ってるから今日。頑張ってる。はい、今日は、はい、お二人にお願いをさせていただきましたけど。ホームの時はハーフタイムものすごい短く感じるんだけど。確かに。そうですね。アウェイはやっぱ長く感じるね。今、はい、大変申し訳ないんですが、こちらに切り替えてもよろしいですか。え、そこ見る。はい。今ぐらいにあれじゃないですか。ロックアウトしてくださいって選手にお願いして選手が。うるせえだよな。うるせえって。マイクがいつもいつも。いや。めちゃめちゃ低姿勢で言ってるじゃないですか。お願いします、本当に協力してくださいって。なので、選手も。早く出てくださいみたいな感じで。いや、もう、みんな髪の毛はやっぱしね、大切なんですけど。せかしてくるからさ。いや、そうですね。いつも早い選手はスンって出てくるんですけど、最後までいる選手はいつも一緒なんですよね。運営上ね、キックオフ遅れするとね、キックオフポイントがマイナスになっちゃうんでね。あ、そういうのもある。そうそうそう、はい、そうなん、知らなかったんですよ。あの、じゃあそういうのをちょっと知りたいんだけど。あ、そういうのを先に伝えておいた方が良かったですね。いや、全然知らない、ね、ポイントなんて聞いたことない。あ、ビーホンですか。そのポイントはどうなんの、マイナスになったら。何に使えるの。フェアプレー、そうそうそう、最後に貯めれるんですか。貯めれるの。貯めちゃあのポイント還元とかではないですね。じゃない、はい、ゴールもらえる、はい、違うゴールもらえる。え、じゃあポイントがさ、マイナスが多すぎると反則ポイントが多くなってね、まあ罰金という言い方がいいかわからないけど、お金を最後払わなきゃいけない、制裁みたいなのもある。そうで、でもそれがそんなところに関係してくるの。そうな、カードのやつでマイナスになるのもあれば、時間の遅れでマイナスになるっていうのもあるんで。それさ、ちょっと選手にちゃんと言っといた方がいいよ。逆にカードがね、ゼロの試合はプラスポイントになったりする。うん、あ、そのイエローカードとかレッドカードのことは知ってるけど、あのピッチ時間のね、そう、何分、どんぐらいに出なきゃいけないとか、うん、そういうのは知らなかったから。これは言っといた方がいいな。ちょっと今日勉強に。勉強だから前村くんがね、一生懸命もうあんなに頭下げてる。そう、いや、そう、なんであんなせかすいや、せかすわけじゃないんですよ。あれ、進まなきゃいけないのは分かってるんだけど、なそんな、ポイントのこととか知らなかったから。あ、すぐにお伝えに行きます。選手それたら俺もっと協力したのに。いや、オブさんはでもあれでしたよ、すごく協力的でしたよね。あれ、誰だっけ、いつも遅いの。去年で言うと宇高選手とか。ああ、遅いね。はい、あとそこになるとちょっと言いづらいっていうところもありましたけど、去年あと小出選手とかはめちゃくちゃ早かったですね。ああ、そうだね、はい、全く、ね、鏡見もしないで言ってくれるんで。これ今さ、この出てくるの遅いやつはもう洗面所で髪の毛整えてる。そうです、だからバッチシじゃないですか。そういう目で見てくれてもいいよね。やっぱでもかっこいい状態で来てほしいですからね。選手に誰、ドゥドゥ、ドゥドゥ選手、いや、内田健太選手ですね。あ、まだドゥドゥ、ドゥドゥ、ドゥドゥですね。髪の毛決めてきたから。じゃあもう間もなく後半も始まるということで、また頑張りましょう。はい、後半はですね、私もちょっとお話触れるように頑張っていきたいと思うんですけれども。交代はなさそうかな。交代はないですか。
どうかな、まだちょっと分かんないな。あ、でもね、さっきも言った5人の交代枠は、ね、どんな感じで使われるのか。前回は前半で1人候補は交代ありましたもんね。すごいコンパクトになってるじゃん。ああ豆つむだ。すいません。電池がない。そうなんです。現場なんか大きいですね。あれ、こっちじゃわかんないけど。目線が変わったな。じゃコンパクトになりました。ダゾーンの映像がってことですか？うん、そうそう、あの携帯に変わりました。ああ、なるほど。フォーメーションがコンパクトになったの。はい、すげえ画面見ちゃいました。だすんごい目線が下に行ってます。全然さっきと違う。さあ立ち上がりどうかな。はい、いや頑張りましょう。またちょっと欲しい早く点が。あすごい、ね、いいね、うん、いい流れ。うんうん、オッケー。だ松田選手俺ちょっとあの試合したイメージだと、はい、あの思い切りがある選手なんで。うんうんうん、なんかミドルシュート決められてるイメージですけど、そう、うちもね、2本やられたからね。なんかまだ甲府に来てそういうのが見れてないから、うん、そういうのは期待したいですよね。うん、いいね。いい流れ。うん、新潟戦もね、最後惜しかったよね。ああ。うん。松田選手、俺ちょっと。あれすんごいタイムラグや。おドン、うん、ついうんって言っちゃう。あ、松田あんな方行っちゃう。お、いいよ。おドン、うん、オッケー。あそこ飛び込めない。惜しかったですか？めちゃめちゃ惜しかった。中村選手、お、これ抜いたのは誰ですか？これ力じゃない？あ、これ入りを取ると、はい、入れたのエリアを取る練習はかなりしてるんで。誰だ？ああ、そう。やっぱチャンスになりますよね。あそこね、行けると。まだこの時間帯ね。もう今、人いれば行ってんすもんね。さあ、熱いコメントもたくさんもらってます。うん、おい、いいね。体を張った、男気の。まちゃん。ワイルドにどんどんなってますね。ワイルド今ちゃん。セットプレー続いてるからちょっと取れればいいですね。そうですね、うん、取りたいですね。どんぐらいあるんですかね。結構ありますよね。何やセットプレー。セットプレー頑張ってください。もっとプレーを見たいです。後半も頑張れ、熱いプレーを見せてくださいと。追加点を勝ち点3とコメントたくさん入ってます。ありがとうございます。のコメント読んでる。あどんどんコメントください。はい、アグレッシブに行けしって書いてありますよ、公衆弁で。はい、行くずら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 、言わない、言わない。あ、これどうだ。おあ、いや、行け行け。あ、惜しい。ちっちゃい画面が今ボールどこにあるか全然分かんないけど入ってこうと思ってあ、え、この携帯とパソコン逆にはできないな。誰かあれか持ってく。これ持ってきますか。失礼しました。これだ。あ、なんでか。いや、この時間帯は本当相手の陣地でできてるのはいいですよね。うん、この時間が長くできれば、うん、はい、おすごい。ああ。バホ選手、足はもう全然大丈夫ですかね。大丈夫だね。いや、またちょっとキレッキレのゴール見たいな。でもキレッキレになると肉離れしちゃうから。それも考えていただきたい。でもあのコンディションも抜群というふうに聞いてますけど。まあ、あとドゥドゥ選手もゴール見たいですね。うん、そうだね、前節2ゴール。はい、前節1分で2ゴールですからね。さあ、来い。うん、おっ、もう、足りない。40。でも15分ぐらい1人変えてくるでしょうか。そうですね。ああ、そっか。交代が多分2枚目とかしてくるでしょう。はい。めちゃくちゃ攻撃的な選手の
交代控えに多いんですけど、どういう交代してきますかね。松本が、いや、甲府の方はフォワード陣が4枚と、荒、うん、木選手も攻撃的にいけると思うんですけど、超攻撃スタイルのリサーブなんですけど、今日どういう交代をこの状況で進んでいくとしてきますかね。立ってる状況でディフェンスラインをいじるっていうのはちょっと、ね、はいはい、難しい状況があると思うけど、まあ、少し崩れちゃったりするから、うん、だから前がちょっと徐々に追えなくなってきたりすると、はい、まあ、それこそ俊介とか堂本選手に前線から追いかけてくるような、はい、金園選手 も前からガンガンいけますもんね。ラファエル話、うん、この辺がね助かってるね。うん、うん、ラファエル選手はあれですか、ワントップの位置の方がいいんですか、一つ下のドゥドゥス選手がやってる位置の方が。そう、でも両方できるんじゃないですか。うーん、トレーニングだとね、サイドの方もやってる。あ、サイドもやってるんですか。やっぱ献身的に動けるから、はい、うん、そこでもだ十分やってくれる。リサーブじゃ献身的に動ける人たちが多いんですよ。そうだね。おお、うん、持ってない。荒木選手もいますもん ね左に。両サイドの2人って相当内田選手小柳選手きつそうに見えるんですけど、このフォーメーションだとどうなんですか。なんか、うん、4バックだと、あ、まあウィングバックもそうだけど、やっぱサイドは運動量どうしても多くなるし、うん、まあ、きついポジションではあるかな。やっぱどっかで荒木選手も出てくる、うん、まあ、うん、出番はあると思うし、まあ、ショーの場合はいろんなポジションできるから、うん、はいはい、それは助かるね。まあ、尾身さんにして。尾身もそうだしね。あ、そうかそうか、うん。セットプレーも荒木選手だと狙えていけますもんね。フリーキック制度。まあ、ロングスローも。ロングスローもいけるか。はいはい。大きくする方にチャレンジしてもよろしいですか。あの、え、俺らこのまんまでいいでしょ。あ、一瞬見れなくなる。はい。オッケー。一瞬だけちょっと。一瞬だけちょっとこっちが試合の映像を見れなくなるんで。ああ、なるほど。他に選手蹴ります。お願いします。他に選手蹴って後半7分ぐらいですかね。52分、裏に蹴るも、こっちに、あの、イメージできるような言葉をお願いします。今見えてないんですか。そう、今はもう全く見れない。やばい。今松本がディフェンスラインでボール持ってますね。あ、うん、どれぐらいの高さですか。ハーフェイラインに。オフはシステム変わってないですか。今最後ちょっと押し込まれた時、ファイブバックオフかで、お、泉沢選手がボールを奪って、おう、うん、出ようとしたところボール取られました。はい、まむるさん。全然喋らない。また最終ラインでつないでってます。オフはなんか陣形を整えてまだ行かないって感じの。行かないって感じ。曖昧だな、見てる、うん、見てる感じね。あ、でもドゥドゥ選手がスイッチ入れてくれました今。あ、そしてボールを下げて松本がキーパーまで。左サイドに入って布監督はシンプルに攻めることって言ってますね、ハーフタイムコメントで。なんかあんまりまだ形が見えないですよね、松本。コメント違って、うん、ハーフタイムコメント入ってきましたね。今言ったように布監督がシンプルに攻めること、前を狙っていくこと。お、明さんは多いな。ボランチは運動量を増やし相手のパスコースを牽制すること。風が強いのでロングボールに気をつけること。後半の入りを間違えないように勝って甲府に帰ろう。うん、いいことね、明さん。じゃあ今のところ言われたことはできてますよね。入りも良かったし。うん、あとはその押し込まれてきたときに、まあ、しっかりボランチから、まあ、押し出して、まあ、プレッシャーかけられればいいですかね。
聞いてます。映像戻りました？映像戻ってないです。あ、戻ってない。聞いてないんだよ。聞いてんのか、まゆちゃん。聞いてます、聞いてますよ、しっかり。すいません、聞いたやつに対して返すっていうのがすげえ難しいんだなって今。なんで？いや、今ね、ドゥドゥがファールを受けましたね。じゃあちょっとあの前村さんのあの妹さんをじゃああの呼んでもらっていいですか？妹？妹を？あ、妹さんじゃなかった。スタジアム DJ を？あ、そうそう。ここに呼ぶっていうことですか？言ったことに対して返してもらいたいね、やっぱ。ちょっとあいつには負けたくないんで、もうちょっと頑張ろうかな。はい。コーナーキックですね。ん？と思ったらドゥドゥのファールを取られました。ファール取られました。位置どの辺ですか？位置は相手の、ペナラ辺です。あの相手陣内そうですね、うん、ボールといって相手がクリアしてコーナーかと思いきやドゥドゥのファール取られましたね。たくまさんこんな真剣な顔してるじゃん。はい、映像を全く見えない。完全見てる風な感じだけど。めちゃくちゃ見てるんだなと思ったんですけど。めちゃめちゃ見えてるような顔してるでしょ。フリーズしてるフリーズしてる全然映像見れてないから。固まってるからね。あ、やばい。あ、やばい。セルジーノ来た。やばいぞ。お、おかねしファインセーブしました。お、おかねし。おかねし、ここでしっかり止めてきました。解説、実況って難しいな。全然映像ないから入ってまだ復活してないんですか？やばいよ、やばいよみたいな感じ。あ、本当ですか？あのちょっと、うん、あの前半の最後らへんみたいにズルズル下がってきて、あ、相手のセンターバックの方がボールを持っているのにいけてないっていう感じですかね。でディフェンスラインでつながれて、お、ただ泉沢選手のカウンターボール奪って、お、それがちょっとどんどん気になっていいんですよね。あ、取れちゃいました。少し携帯を見えた。見えましたか？お、ああ、しっかり対応。画面見えてますか？今ちょっと携帯で少しちっちゃい。ね、今ドゥドゥしっかりディフェンスしてたのにね。ちょっとボール5枚見なくてさ、ビギが一番攻めてる。あ、ここね。で相手のワイドがやっぱり。あの前回もそうだったんですよ。新潟の時も。これわざとやってるんですかね。これシール出してやってるんですか。あ、じゃないの。ここにやっぱワイドに貼ってるから。うん、5枚でもらってる。 お、いい崩し。あ、はい、今映像見れてんのまいちゃん一人だけだから。そうなんですよ。さん、コメントに津田監督ならどんな指示オア交代をしていきますかというコメント来ております。え、タコマさんだったら、はい、津田監督ならどんな指示、オア交代をしますかっていうコメントが来ています。津田監督交代をしていきますか。まだちょっと様子見ますね。様子見メンバーでもこうなんだろう、サブにも、ね、いい選手いるし、で、俊介、太田俊介だったり、はいはい、うん、入れても面白いと思うし、まあ、あとは尾身をどこで入れるか、あ、もうちょい、ま、いや、まだ大丈夫だと思いますけど、うん、どっかでやっぱりこう、押し込まれる時間帯も長くなるから、そういう時に尾身に経験の伝える力だったり。はいはい、必要になってくるから、
まだこの若い2人で頑張ってもらって。うんうん、お二人があの映像見えてない間に少し松本さんペースになっちゃってきてる感があるんですけど、須田監督ならこの状況でどんな指示を選手たちに送りますか？どんな指示を？ちょっと映像が見てないからちょっと細かいことは言えないけど、うん、今だからワイドに松本はやっぱりワイドに張ってる、はい、張ってるんで多分ディフェンスラインを一枚増やしている多分状況なんで松田力が下がって、はい、ではマッチアップがはっきりしてる分だからサイドにボールに行った時にしっかり寄せるだったり、うんうん、守備の部分でははっきりするのでこまい、でもやっぱり下がりすぎるとね、どうしても押し込まれてしまうから、まあ、前線からやっぱりさっきも言ったけど、はい、中盤の守備から前にボールに行くっていうところを逃さずやらないとどん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 下がっていくので、はいはい、で下がった状態からボールを奪ったとしてもあの攻撃に行くのはかなり難しい状況になってくるから、うん、やっぱ守備で主導権を握るっていう形 で奪ったらしっかりカウンターに行くのか、はいはい、しっかりつなぎながら前に入っていくのかっていうのを使い分けないと簡単にボールも失ってしまう、その辺はちょっと人を変えながらとかでこうチームのこうリズムを作りますね僕だったら、はい、っていう話でしょ。そうです。そんな中、松本さんが2枚交代してます。2枚、あ、2枚替え、はい、2枚替えしてます。ああいう、鈴木今なんかちょっとちっちゃい画面では見れてんだけど、え、こっちが誰だこっちが誰だとかもしれない。甲府も変えてくる？もう変えますか？これ、うん、バフス、バフス、あ、変わる。前目は彼女の選手、うん、あ、でもなんかバフスがちょっと文句言ってますね。これはあれですか、うん、足痛い感じなんですかね。それとも、まあ多分もうまだできるっていうのと、はいはい、あの点取ったのもあるから、まあ、あ、はい、あのプレーしたいっていう感じだとは思うんですけど、はい、まあ、まあでもやっぱアキラさんの考えもあるだろうし、佐久間さんセンターバックだったんでそんなに途中交代ってあんまないと思うんですけど、やっぱオフさんとかどうなんですか、やっぱ途中交代だと、うん、いや、もっとやれるんだけどなみたいなってやっぱ、ちょっとごめん、ちょっと声が少し遠くで、あ、すいません。佐久間さんだとセンターバックであんまり途中で交代ってあんまないと思うんですけど、オフさんボランチで選手交代ってなると、うん、俺もっとやれるんだけどみたいな、やっぱ思うんですか？いや、思うよ。まあ、でも指示に従うかっていう感じなんですか、監督の。変えられたくないし。はいはい。だけどまあ、そこに関しては、でその、チームのことだから、はい。まあ、まあ、わがままというか、言ってもダメだと思うから、うんうん、本当は嫌だけど、それはあの従います。ちょっとだって今あの大部さんが言ってたように映像を見てるとバホ選手あのまだできたらって感じだったんですけど、うん、交代した、交代しました今、あ、はい、その時やっぱ、まあ、うん、選手の、うん、まあ、難しいよね、だからそれをどこまで許すかっていうのと、うんうん、もちろんそのやりたいという気持ちも分かるから、はいはい、こういう時はあれなんですか、やっぱサブの選手たちが選手のところに行って声を結構かけるんですか、まあ、一応まあ声かけたりはするけど、はい、まあ、今、まあ、テンションも上がってるから、うん、まあ、そんな、うん、ゾンまあ、あんま慰めにはならないよね。選手交代って確かにフロントの僕らが見てると、ああもっとやりたいんだなってすごい思いますよね。でも逆にあのサブの選手があのベンチの裏の人工芝でめちゃくちゃ目ギラギラさせながらアップしてると、ね、ああちょっと使ってあげてほしいなとか思います、
だからまあ、代わりに出たゾノとかが、はい、まあ、これで結果残せば、あ、そうですね、別に問題ないと思うし、より、ね、競争激しくなって、チームにはいいことだと思うから。うん、あ、やばい。おっ、はい、危ない。そんな中、あれですね、こっちダゾンの映像。あの音が正解。トラブル続きですね、これ。だこっちが今音が聞こえなくなっちゃう。大丈夫です。音がちょっと、多分お二人の音だけ早いです。若干。大丈夫です。もう危ない。あれとしたちょっとだよね。あ、無駄無駄無駄。流れからやられるイメージはないかな、うん、とこ。そんな怖さもないですね。うん、バレてるね。まあ今ちゃんはちゃんとついもう20と戻ったのかな、えちょかぶったスマホスタンドがキーパー出てきたね、今キーパー出て、え、皆さん大変失礼いたしました、映像が戻りましたが、ちょっとありがとうございます、お時間かけてしまってすみません、すみません、花園さん、うん、うん、まああれだね、あと30分も切ってるね、もう66分、そうですね、66分まで行きました、うん、お、来ました、どこにどうやると帰るかっすよね、ボランチの片割れですかね、中村選手、うん、そのままかな、でもよく頑張ってたから、うん、ヨウタラも良かったね、もうちょいもうちょい引っ張ってあげてもいいのかなと思う、うん、え、奥さんすいません、ん、引っ張るっていうのはもうちょっとさ、時間をあプレーさせて、あ、時間をってことですか、うん、まあ、バオスもそうだったけど。はいはいはい。そこも、あと残り20分で、ね。まあやっぱ。お、打たれ。あ、ほら。それも考慮してる、うん。5人っていうのはね、やっぱり。でもこれ、あと、同時、何人か同時にやんなきゃいけないってこと、今、バオスと1時間。バオスと2、あと2回で。そうかそうか。うん、あ、あと1回ですね。あと1回で。うん、3人交代できると、はい、結構それやるといいバランス崩れるね、そうですね、まあ5人全部使うか使わないかとか、あ、まあね、はい、うん、あると思うんですけど、あと誰だ、いいブロックします、まだいい、マイクもいるもんね、あるからちょっと怖いんだよね、じゃあ俊介だね、俊介マイクいるから、俊介出てくるねこれ、うん、今ベンチの方いたら、うん、風もやっぱまだそのまま強そうですか、スパイ切っちゃうのかな、あー、まあ、多分強いから、あ、ドン、あ、しない、うん、ドゥルーか、ドゥルーか、ドゥルーか、リキか、お、リキ、うん、すごいじゃん、どっち見ればいいのか分かんないね。こっちが早い。そうだね。こっちが早い。音声が早くて今ちょっと。やっぱすごいおみさんの声とか聞こえるね。待ってるか。だからこんぐらいそのもともと出てたボランチの2人が喋っていいと思うし、うん、2人ともまあ若いしさ、あと20分、ここからやっぱ守るを重視するのか点を取りに行くのか、どうなるのかね、なんか急に拍手したんだけど、
守りながら、まあ、チャンスあれば点はもちろん狙いに行くっていう感じじゃないですか。うん、いいさん、うん、あすっごいじゃん。マナーモードすっごいじゃん。松本もさ、まだこう交代してない。いや、さっきしました、ね。明日。名前替えしてきました、ね。危ない。危ない。あと20分ですね。うん、でもまた飲水、あれ飲水タイムまだ、まだ今からですよね。はい。一番きつい時間帯。まだ、そっか、でも回数でいくと、はい、同じになっちゃったね。もうね、回数で言うともう、あ、そうですね。イーブンになって。まあ、こう。で、うまくキーパーが時間使ってくれたら。試合中ってこの時間が一番きついですか？まあ試合展開も、うん、まあまあ、うん、でもここら辺かな。毎回きつくなるよね。うん、だから汗が出やすくなってるし、多分足が足つる選手。うん、まあ今日気温がそんな高くないから。はい。うん、まあでも。Okay. ちょっと雨降ってたんですよ。ああ、ない。うまいね、セルジーニョ君は。ワイドに対して誰がいい、うん、そう、また結局これ、うん、下がっちゃうもんね。落ち着け。そう。あと20分ということで、今あのチャットの方に、はい、今年の甲府なんか得点のイメージってありますかっていうコメントがあるんですけど、まあ、あとこの20分でどんな感じで点を取ってくれそうとかありますか？俺はやっぱあのもったいないな。見た点のところで、あの勝負して一人剥がして、うん、はい、なんかクロスで、お、2枚、荒木翔も準備してるね。なんかあるのかなとは。この前のあのドゥドゥの、うん、はい、1点目みたいな感じですね。まあ、そう。お。2枚準備してましたね、今。2枚準備。太田選手と荒木選手と。珍しい。太田荒木。いいですね。めっちゃ松田選手頑張って走ってるわ。よく走ってる。はい、松田選手すごい、あの、うん、しっかりボールを追って走るイメージが、ね、はい、うん。すごいチームのために頑張って。はい。サボんなよね。そうですね。あの昨日実は前座マッチということで、うん、バン君とガンズ君が、あの対決をしたんです。あっち向いてほいたい、ね。で、あっち向いてほいたい。はい。2対1でバンホレ勝ちました。勝ちましたね。はい。じゃあそれは期待できるね。そうなんです。で、あのバン君の相棒ということで今年松田力選手が、うん、ああ、そうなの？そうなんです。で、この前あの松田選手の車にバン君とホーレちゃんを乗せていただいて、うん、ドライブ行ってきたんですよ。どこ行ったの？ちょっとそのあたりまで。いや、それも言えねえのか。練習場の近くを。ああ、向かうち。そうなんです。行かせてもらって、うん、もうバン君も早く松田選手のゴール見たいって言ってたんで。うん、ああ、そうだね。はい。確かに。あ、ちょっとね。すね痛そう。すねだね。はい。うち笑ってるから大丈夫。いずみさん。2枚替え。あ、松本山がもう2枚替えなのかな。あ、うん、山がもう2枚替えっぽいかな。大きいし。アルバロー。ロドリゲスとハットリコ。外国人選手ですか？え、アルバロさん。アルバロロドリゲスとハットリ選手が準備をしているように見えました。うん？わかんない。あ、飲水タイムですね。これ両チーム2枚替えは。あの運営が大変だよね。うん、そうですね、まあ。フォースも大変だけど、ね。ビジョンも、うん。ビジョンとフォースの審判は大変だね。確かに。前半で小倉さんが言ってたように、ボード使ってやっぱここで結構選手みんなに指示出してるんですね。うん、全然気づきない。うん、まあ一番出しやすい
使いやすい時ではあるから。うん、あ、交代しましたね。おっちいか。そうね。なるほど。うん、はい。ね、そうですね。太、うん、田選手。いいね、連続ゴール欲しいな。そうですね、でもあともまあどういう指示もらって入ってるか、 もちろん点を取りたいのは分かるし、いいな、うん、ディフェンスなんですね、服部選手。服部選手はディフェンスだね。だけど、うん、ね、でも2人とも山梨にゆかりのある選手ですから ね、もう、うん、はい、でそういう選手が増えてくれればね、うん、そうですね、うん、はい、でそこはやっぱもうこれから拓磨さんの役目だと思うし、はい、これお願いします。はい、頑張ります、ね、そう、今日今津選手も、ね、スタメンからずっと出てますし、うん、ね、あと岩中、はい、そうですね、小林選手、うん、今ねちょっと怪我しちゃってるけど、はい、まあね、怪我するのも調子良かったけど、うんうん、また出てくると思います。そうですね、うん、もう早くリハビリを頑張っていただいて、うん、復帰を楽しみに待って、うん、あ、でも大卒同い年ですよね、今津選手と太田選手、荒木選手は、うん、そうだね、で3人同時ピッチに立ってるって考えるので、うん、ちょっとなんか、ね、はい、感慨深いなとか。嬉しいね。嬉しいですよね、うん、ショーはね、新婚パワーで、ね、新婚パワーで、はい、ああそうですね。ねえ、本当に。はい、クイーンビーズのアスリートコンだからね。アスリートコンを食べて。いいですね。すごい元気だった。あそこにボールが、はい、全体もこうちょっと押し上がる、ね。はい、うんうん。あれがいかないとどんどん下がる。うん、あ、でもクイーンビーズの方はあれ、なんか試合とかでどうなって、いや、まだ、あれやん。いや、多分まだシーズンが冬なので、あ、これからな、はい、そうですね、まだ試合ないんじゃないかな、はい。じゃあなんかシーズン逆っていうか、そうですね、バスケはショーがシーズンオフになった時、はい、ね、あのケアしてあげて、そうですね、うまくできる。お互いにサポートし合いながら、うん、ね、はい。うん、お、いいとこ出た。立つ、立つ、立つ。オッケー。タッシュもよく走るね。本当。頑張れ頑張れ。お、シューズ。いいですね。この時間にもう1点欲しい。いやー、ゾノいいとこ顔出したけど。ああ。うん。シュートまで行きたいね。取り返して。うわ、残り、それもまたアディショナルがあって。無じゃない。15分ぐらいとか。いや、頑張れ。まだ10分？ああ、やんなきゃ。落ち着け。いやー、もう甲子園ダービー、もう勝ちたい。頼んます。勝ってくれ、頑張れ。まあでもね、サッカーこの10分がね、大きく試合動くから。お、うん、もう分かる。きついよな、きついよな、だいぶ走ってるから。やっぱこの時間って応援は後押しになりますか。そうなるよね、サポーターの声も、うん、やっぱやんなきゃいけないと思うし、はい、お、ないね、ゾノだけなんだよね、まあ、5枚揃ってる、ね、後ろが重くなりすぎても、いや、頑張ってほしい。でも本当、あの、この前サポーターさんにちょっとお話を聞いたら、やっぱサポーターさんこの時間すごいきついですって、うん、でやっぱりずっと90分晴れてる方々はもうやっぱ本当に同じだって言ってましたね、うん、あの、足つりそうになるし、はい、汗もすごいかくし、とだけどやっぱ選手に走ってくる、うおー、
そうだね、ここで、うん、サポーターも一緒だね。ちょっとやさ一だね。近いからあれかな。うん、あいやもうここはちょっとみんなでメールを送りましょう。他に、うん、はい。お願いも持ってくれ。頑張れ。逆に岡西の見せ場でしょ。うん。20。今日一の見せ場来ましたね。来た。ね。頑張ろう頑張ろう。いよいよ。いやみんなで背中を押しましょう。もうすぐですね。もう一回。あ。そっか、右も左もいいのか。うん、これセルジーニョ選手だね。新しく入ってきた外国人、どれぐらいの人民の野郎が。山形にいた選手ですね。え、山形にいた選手。去年山形です。タがついたやつ。これは。大きい声で言いましょう。ね、聞き取れてないから。はい。たくまさんがね、はい、ちっちゃいのよ、基本声。面白いこと言ってくださったんですけど、今。ちょっと拾えなかったな。うん、タが抜けたってことですよね。もうそわそわしちゃって。あれ相手があそこにいたまんまオフサイドになんないの。いや、あんな。あんなとこにゴール入っちゃった。あれいいんですか。ボールを出しにして、ね、隠れるよ。あ、戻るんですよね。戻るんじゃない。いや、戻んなさそうじゃないですか。あれ入って戻る。オフサイドになっちゃう。あ、でもなんかキーパーの後ろにいたらなんか邪魔。そんなのあり？ね、はじ、あ、びっくりした。ね、びっくりした。さすがに。なんか新しいことしとるなと思って。おかに頼む。頼むおかに。ナイス！あ、見せ場、見せ場作ったおかに。いやいや、まだまだまだ。おいよ、宇宙。オッケーオッケー。いやー、他に。まあ、コースちょっと甘い。今のセーブは。ね、うん、よく。あ、ね、落ち着いてね。まだちょっとここ、ね、ちょっと踏ん張りどころ。下がりすぎて。出ろ、出ろ。あ、いけて、いけて。いや、頑張れ、耐えろ。そう、ついてけ、ついてけ。そう、オッケー。また、あそこはもう、また、また、どうしろって。オッケー、ナイス、ね、ナイス両平、よいよ。なんかこの金髪は普通に見えてくるもんね。いいよ。そうですね、もう83分になりますね、うん、そろそろ、ね、交代枠ももうなし、うん、もう交代できないね。そうですね、はい、回数が、はい、うん、なので今回4人か、4人交代。そうだね、あとはもう頑張ってくれ。ね、太田選手も前回アディショナルで、ね、魂のゴールでしたかね。ベストゴールの第2位に入ってましたね、この前のゴールが。そうなんだ、はい、ちょっとエンブレムしてるな、中盤が。おー、頑張れ、オッケー、いけいけ、時間使え、うん、外外、そう、タツシ頑張るね。はい、小柳選手、うん、はい、31歳、本職じゃないけど、うん、頑張ってるよ、うん、お、よし、なせなせ、いよいよ、うん、意外にしっかり守備しますね。アルバロって、お、ミッドフィルダー、あんな下がって、右ディフェンス、ナイスディフェンス。こうなるとね、あんまり全体が下がらないですよ、ね、うんうん、でもこういう間に受けられると、ナイス、オッケー、よし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 、オッケー、はい、いけいけいけ、はい、ない、おお、いや頑張れ、この 1-0 しびれるね。また横サポートして、いやでももう本当あとちょっとなんで、みんなも応援頑張りましょう。見てくださってる、皆さん頑張りましょう。おかにに勝利をってコメント来てますよ。はい、おかにに勝利を。
ほんとや。勝ってくれーって。おあーあー、惜しい。切り替えろ。さあ、アディショナルもどうなるね。そうですね、何分ぐらいになるか。まあでも、交代がね、あった分と、飲水と、やはり同じぐらいになるのか。この前もどこかの会場で8分とかありましたね。はい、うん。愛媛と徳島だったかな。おお、頑張れ。最後の試合も6分ぐらいで。いや、そこつながっちゃう。逆転ゴールでしたからね。あ、そうなんだ。はい。4対3で、ね、ドラマがあるね。はい。3点差をひっくり返しました。ああ、見えてるか？いやー。あーいやー。いやーなー。いやー。惜しい。おかに。いやー、頑張りましょう、ちょっと。まだまだ。入ってたけどなー。はい。まだまだ。あるよ。まだ大丈夫、大丈夫。まあ、いいです。アディショナルも長そうですね。ねえ。ここかな。新潟の時もこういう。いやー、惜しい。あ、オンゴールか。オンゴールになるんですか。両兵が触ってんのかな。触ってますね。そう。切り替えよう。いや、そう、切り替えましょう、切り替えましょう。前節もアディショナルで取ってますね。はい、まだ。アディショナル入れてあと10分ぐらいですね。いや、サポーターの皆さんも最後まで頑張りましょう。ね、からはい。またいや、もう一回ギア入れて前から行かなきゃいけないから、ね、はい、うんうん。いや、苦しいけど、うん、頑張れ。お、うまい。そうだね。いやー、タッツ頑張れ。ちょっと止まってきたね。うん。ちょっと間延びしてるな。いや、頑張ろう頑張ろう。これ蹴ってもいいけど拾えるかどうかっていうね。あー、そう。オッケー。よかった。落ち着こう。あ、マイボールですね。うん、落ち着こうっていう。いや、頑張ろう頑張ろう。まだまだ。あの皆さん、あのプレイヤーで見てる皆さんは、あのスタンプを押すことできますからね、これ、うん、あの、さあ頑張ろう、頑張ろう。応援してください。それスタンプあるよ。ヴァンフォーレが強くなります。強くなる。はい。強くなります。強くなって勝てます。いっぱい皆さん、スタンプ声が出るとか押してください。あ、そうなんです。これはそうじゃないんですけど、ね、みんなで拍手を送って、笑顔を送って。うん、そう、もう一回ね、まだあるし。はい、おしまい。ちょっとやっぱスタンプ増えてきましたね。うん。ね、みんなぜひ。押しまくって、押しまくって、お願い。押しましょう、押しましょう、皆さんスタンプ。なぎ。ああ、頑張れ、頑張れ。はい。応援しますよ、まだまだ、これからです。お、あるか。ない、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 ない。ない。いやー。うん。でもゾノはね、一発で仕留める、うん、そうですね、はい、はい、うん、去年ももう何度も魂のゴールに救われ、そうだね、はい、で、まあ、ゾノ点取るとね、勢い出るしね、うん、うん、あ、すごい、スタンプがすごく増えてきました、ありがとうございます、頑張れ、頑張れ、すごいことになった、すごい、頑張れ、お、マイボー、オッケー、マイボー、よ、ゾノ、頑張れ頑張れ。いや、サポート。そこでショエルのがでかい。オグさんが言うよね、ちょっとサポートが。はい。え？もう一回。さあ、時計だとあと今89分になるところですかね。もう。いや、頑張ろう。アディショナルはどうだ。ね、何分あるか。はい。あ、そう、すいません、お二人も。お水と、お水取ってください。うん、飲むの忘れてた。聖書。おみさん。耐えだき耐えだき。
ピーコーちょっとこう。オッケーオッケー、危ない。そこで吹かれると怖いの。そう。落ち着け。お、頑張れ。お、そう、ナイス。いいよ。いやー。ダメダメダメ。ないないない。うわあ、危ねえ。よしよし。危ない危ない。ナイス、おかに。アディショナル5分ですね。5分、長いね。でも、そんだけあれば。いや、でもいいよ。いやー、よく触った。触りましたね。止めた後も冷静だったな。うん。ナイスキー。よしよしよし。危ない危ない。まだ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 。頑張れ頑張れ。ドン、そう。落ち着け落ち着け、上がれ上がれ。別にそんな急がなくていいから全体的に押し上げていけばいいんだよ。うん。ナイスタッツ。ああ、頑張ってる。ノーファール、ノーファール。ないないない。ないない、はい。立て立て。オッケー、オッケー、ナイスタッツ。来た。惜しい、まだまだまだ。ポジション。あ、まあ、タッサン早い。タッサン、5分です、5分です、うん、まだある、まだある。タツニがすげえ頑張ってくれてますね。タツ頑張ったな。いや、もうスタンプがすごい。スタンプがすごい光ってる。おっ、おっ、ラスト、もう一回ここ。いやー、タツいいですね、これなら失礼します。いや、頑張ろう頑張ろう。しっかり、うん、そうですね、うん、おい、おお、よしよしよし、じゃ次次次あげよう。すごいスタンプ、ありがとうございます、皆さん。すごいね。スタンプの数とか見れない。スタンプの数、あの一番最後に、あの、わかります。うーん、短いだろうってなんか、はい、もう、ぜひ。たくさん応援していただいて、本当にありがとうございます。皆さん、あともうちょっと一緒に戦いましょう。リンコ行って。まだあるよ。もう一回頑張れ、ドゥドゥ。釣った、釣った。ここはね、助かったね。頑張ろう、頑張ろう。もうこの時間のこの状況の心境となったらどんな感じなんですか、選手としては。まあ、きついのはきつい。うん、まあ、でももう終わりが見えるから、もう頑張れるは頑張れる。うん、まあ、勝ってるか負けてるかにもよるけど、ね、はいはい、今日画面からのエールですけど、ね、頑張れ。うん、ちょっと前線がな、みんなの足が行くのか行かないのかはっきりした方が。ああ、キバ、おがに、おしゃれ、頑張れ頑張れ、あれ、さあ、あと1分ぐらい、ここを拾いたい、拾いたい、いやー、まあそこ見よっちゃったな、よかった、打ってくれて、まだある。これシュートで助かれましたね。うん、しっかりする。はっきり。
あー、そこそこ。前向け。ナイス。やるね。よし。いけいけいけ。差し込め。おー、OK、うん。シュー。シューか。太田くんだった。ごめんなさい。まあまあ、ああいいね。うん。けども終わり。まだな。ちょっとしたら。ああお疲れさ。よし試合終了。頑張った。もう少しだったね。いやーまあ悔しい結果になりましたけど、まあでも選手の皆さん最後まで頑張ってくれたので。勝ち点1は持ち帰りということですね。うん、ホーム、大事な場所。そうね、そうですね。やっと皆さんと一緒に戦えるホームゲームですので、うん、次の試合は。そうね。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとう。皆さんありがとうございます。さあ、ということで、はい、試合は終了いたしましたが、うんいかがでしたでしょうか、お二人。うん、まあいいゲームだったと思う。まあ次につながると思うし、はい。うん、過密日程でまた試合がどんどん続いてくるから、また新しい選手が出てくるチャンスだし、はい。まあ、そういった意味ではやっぱり選手とね、熱いチームがやっぱり勝ったりね。はい。まあ今今日ね行かなかったメンバーも含めて、はい。まあ次の準備をしてほしいですね。ありがとうございます。おさんいかがですか。いやもう楽しかったです。まあ、楽しかったです。勝てればよかったですけど。はい、まあ、うん、まあまだもうすぐ試合どんどん来るから。はい。まあ、もう切り替えて。はい。まあ、次の試合に向けてまた準備してほしいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあそれにしても配信の方も。二人も聞かなくていいの。え？前村さん、高野さん、いかがでしたでしょうか。止まってる？止まってないか。いやー、悔しいね。うん、どうでした？悔しいですね。やっぱし。まあでも次、ホームで今シーズン初勝利を、はい、掴んでくれると思うんで、僕たちも選手の皆さんがしっかりいいプレーできるように準備していきたいと思います。ね、ヒロさん。うん。まあ、最後の10分ね、やっぱりサポーターの声援があるとないとでまた変わってくると思います。そういう意味じゃ次、少ない人数かもしれませんけども、やっとサポーターの皆さんとスタジアムで戦えるので、次こそ初勝利をできるようにみんなでまた戦いたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、じゃあまあ試合はね、今のになると思うんですけれども、今日のこの配信についてはいかがでしたでしょうか。ちょっと皆さんやってみて。大きい映像がやっぱり、うん、すいませんそしてやっぱ試合を見入っちゃうね俺ね。そうですね、セカンドスクリーンの難しさですね、うん、ねえ、うん、あれ次あのお客さん入れるようになるんで、はい、それなんか何人までか、はい、人数少ないよね最初。そうです、 J リーグの規約で、一つのスタジアムで5000人以下の収容となってるんですけども、それを第一にさらにこう距離を保たなければいけないので、中銀スタジアムだと約3000人くらいの、はい、お客様が、そうなんです、入れるような形になってます、ね。それどうやって選ばれるはですね、みんなさん、まあ、チケットをご購入いただいて、はい、先着で、まあ、入れるという、はい、形になってます。あのシーズンシートの皆様にもご案内をお送りしたんですけれども、他の選手の点だと。あ、そうですね。コメント聞いた方がいいかな。この選手の印象とかありますか？今日の、まあ、最後ワンゴール決められてましたけど、なんかまあ泥臭い、うん、
まあ、ゾノとなんか似てるかなと、うん、まあ、なんだかんだで点は取るのかなと。俺はイメージですかね。遠心的にこう動いて、はい、マオが言った通り、まあ、背後のところで、ゾノみたいに、ね、うん、相手の背後、相手が、ね、うん、ディフェンスラインが見た瞬間にこう引き直したりとか、点を取る力がある選手。ちょっと怖い選手ですね。ちょっとまだインタビュー続いてますが、あのちょっと次節の告知でちょっとさっきの続きに行きますと、あの、はい、今回の試合は、まあ、その収容人数が3000人ということで、あのシーズンシートの皆様全員がちょっと着席できないのがもう数的に、はい、決まっているので、あの今回に関しては、チケットを有料販売という形になってまして、今日の、10時からですね、金沢戦の試合のチケットが発売になってまして、会員選考期間でね、今日から、4、5、6、3日間か。3日間は、あの、会員限定の、チケット購入期間となっております。ので、会員で、あの、シーズンシート会員と、あと、バンクラブの、はい、会員の皆様は、この期間にぜひお早めにご購入いただければと思っております。はい。購入販売、チャンネルはローソンですね。コンビニだったらローソンの店舗に行って、ドッピーからご購入いただけるのと、あとインターネットもローソンチケットから買えるようになってます。ヴァンフォーレ甲府のホームページ、トップページ行っていただくと、今、ハーフナーマイク選手の、あのチケットの画像が、はい、もちろんもちろん、ありがとうございます。出てますけれども、はい、そうですね。はい、こちらの画像を、はい、ここですね、ここクリックしていただくと、あのインターネットからは飛べるようになっております。はい、ぜひね、3000人という、すみません、小倉さん、ありがとうございました。少ない、ね、人数ですけど、ね、ありがとうございます。来れる方はあの来ていただいてですね、はい、チームの後押し、お願いできたらと思っております。なんか前村さんから運営で何か注意点とかありますか？お客さんがやっぱし3000少ししか入れないというところで、J リーグの方からも制限がいろいろある中での運営なんで、まずはすごくご不便というか、僕らも不慣れの運営になるので、皆さんに、安心して見れるように準備はしていきますが、いろんなことにご理解をいただければなというところと、あとはその、J リーグから先週、限界体制のところの緩和があって、飲食売店、グッズの販売 OK、イベント OK とかいろいろ出たんですけども、クラブの中でもまだいろいろ決めてまして、場外で飲食売店が次の試合は出せなかったり、場内のところでグッズ販売のところができる、イベントができるっていうところがありますので、また来週ホームページの方で運営方法について一度出してるんですけども、すみません、再度変更っていう形になってしまったので、また来週出させていただきますので、ぜひ確認をしていただいて、確認できしたいこととかあればお気軽にご連絡いただければと思います。あとゲート、通常使っているゲートではないところから入場になってしまうので、そういったところも事前に、ホームページ確認していただいて、来ていただければと思います。コロナの関係でいろいろな対策はしていきますが、皆さんも、良い準備をしてご協力をいただければと思います、よろしくお願いします。スタジアムで、お待ちしております。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん無理をせず、はい、体調第一に、はい、体温はしっかり測ってきていただいて、はい、あとあれですね、検温がありますね、前村さん。そうですね、各入場ゲートで検温させていただいたり、チケットにお名前であったり連絡先を記入していただくっていうところの、ところもあるので、ご協力をしていただければと思います。はい、ありがとうございます。お二人は、まあそうですね、志田さんはまたお仕事が来週はあって、試合には来られないですね。そうですね、はい、あ、そうなんですか、参加じゃないですか。いつでもまだ、よろしくお願いします。ちなみに参加隊のご感想は前回の試合の、試合を見るっていうよりもその
怪我倒れた選手とかを見なきゃいけない、はい、ちょっとまた違った目線で見なきゃいけない、はい、ちょっとそわそわずっとしてる、言っていいの、言っていいの、あ、なるほどですね、難しい、はい、あのレジェンド短歌隊みんなね、はい、はい、運ばれる方も、ね、緊張しちゃうみたいな、絶対呼びたくなかった俺が選手だったら、はい、ね、ね、ありがとうございます。小倉さんはまた、はい、はい、あの、はい、ラジオのよろしくお願いします。解説もありまして、これには触れなくていい。あ、まだいい。ありがとうございます。いや、そうなんです。実は今日あの小倉さんがずっと着てくださってるこの T シャツ、ちょっとこれぐらいだったらちょうどいいでしょ。全部は見せない方がいい。ちょうどいいぐらい。あの、はい。あの今ですね、スタジアムの写真を使ったプリント T シャツを、はい、検討しておりまして、というか販売を進め販売の準備を進めておりまして、小倉さんに今来てもらってるんですけど、ぜひよろしくお願いしますその感じだと一見分かんないですよね、うん、そうなんですよ、はい、ちょっと柄をチラ見えさせていただきます。こっちかそうですね、ありがとうございます、はいはい、その小倉さんでサイズどれぐらいなんですか。俺これ着ているのは今 M サイズです。 M サイズです、うん、はい、ちょっとゆったり着たいなということは L がいいのかなと、まあ、はい、ちなみに僕は173センチ4センチの64キロぐらいです。僕らは L か XL そうだね、ですねXL かな、 XL ですね、僕らははい、ぜひよろしくお願いします、はい、また告知も出させていただきたいと思っております。さあではそろそろですね、あの、じゃあちょっと、うん、はい、今日あのバンギフにご参加いただいた方にも、はい、たくさんメッセージいただいているので、はい、ちょっとご紹介したいと思います、はい、あのバホスナイスゴールとか、皆さんのトーク面白かったです、岡西選手ナイスキューブ、95年組頑張って、ね、はい、いろいろいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです。こんな形で皆さん、たくさんファンギフしていただいて、いや、今日もすごい。全部見れないじゃん。そうなんです。全部みんなコメント。よかったね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にあのこのリモート期間に、やっぱすごい皆さんに支えられてるんだなっていうのを改めて感じることができています。あの別にここのものがすべてということではなくて、あの本当に一つ一つのこう SNS でもかけてくださる言葉とか、この前 の、ね、あのリモートマッチ の、 あの YouTube の配信とかもたくさん本当見ていただいて、すごく支えを感じております。本当にありがとうございます。ちょっとありがとうございます。本当に皆さんに早く会いたいですね。本当に、はい、今こうした方がいいとかあればぜひ。そうですね、はい、俺はそうなんです、俺は全然関係ないけどいやもう本当にいろいろ意見をはい、いただければと思っております。あの私たちもいろいろチャレンジはしていきますけれどもね、本当サポーターさんにとっていいものをお届けしていくのがあのクラブの、はい、役割だと思いますので、あのこういったオンライン配信等を通じて、ね、あの皆さんに少しでもヴァンフォーレやっぱり好きだなって思っていただけるように、これからも頑張っていきたいと思っております。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、そろそろ本当に終わりになりますけれども。またハイライトに釘付けになっちゃう。数はね、あの、あれなんです。終わらないとわからない。ダメじゃん。今ちょっとさ、それ見たいよね。でも切らなきゃダメなの？そうなんです。最後切って、そうなんですよ。じゃあちょっとどっかしらであの発表しておいてください。そうですね。はい、温かいサポートをたくさんいただきましたので、はい、はい、本当にありがとうございました。あとちょっとだったね、これね。惜しかったですね。悔しそう。はい、そうですね。切り替えましょう。だよ。はい、もうすぐやってきますからね。うん、あの、あとさらにコメントで過密スケジュールが心配ですとか、うん、しっかりケアをしてください、次節も頑張りましょうとコメントいただいております。あ、すごい、あのお二人の、いや5人の配信すごく楽しかったですと言ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、トラブルもたくさん、本当に
申し訳ない。レギュラー化ぜひしていただけるように。本当にできるだけやっぱりこういった取り組み続けていきたいと思っております。で一応今シーズンは7月中はちょっとこういった取り組みチャレンジしようと思ってますので、ホームゲームの時はYouTube ライブの方で生配信を続けていきたいのと、あとアウェイの試合はこういった形でまたセカンドスクリーンでお話伺いながら皆さんと一緒にダゾーンで観戦をするということを進めていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さんまた一緒に応援しましょう。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。最後ちょっと一言ずつ、じゃあ前村くんから。またあ、でもさっき言ったか。でもほら指定の告知だったから。あ、また11日チェキンスタジアムで、試合がありますので、今日また悔しい結果になっちゃいましたけど、皆さん一緒に戦って、しっかり勝ち点3を取りましょう。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ヒロさんいかがでしょう。もうやっぱりシーズン通すといろんなことがあって、ずっとこの苦しい思いだったり楽しい思いだったりっていうのを繰り返し、みんなと共有できていくっていうところで、まあ、来週からまだ少ない人数ではありますけども一緒に楽しむことができるということを嬉しく思いますので、まあ我々もちょっといろんな状況が変化して皆さんにもご迷惑おかけすることが多々あると思いますけども、なるべく楽しんで帰ってもらえるように頑張りますので、一緒にまた来週戦いましょう。そして今季初勝利を絶対来週あげましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあお二人も一言いただいております。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ、サッカーができる喜びだったりね、サッカー見れる喜びっていうのはね、すごい改めて大事だなと思いますし、うん、まあ、選手からするとやっぱりね、サポーターの皆様の、ね、声が全てなので、はい、本当に引き続き応援していただいて、また選手の、ね、背中を後押ししてくれれば、ね、本当に力になるので、本当に、また1年よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。締めていただいて。いや、もうありがとうございました。またこういう企画があればぜひ参加したいと思うので、ぜひよろしくお願いします。はい。ではそろそろ配信を締めたいと思います。はい、本当に皆さん、今日の VFK ライブ、ご観戦いただき、そしてたくさんの番組もありがとうございました。ありがとうございます。はい、7月11日もみんなでアグレッシブに戦いましょう。ということで、ちょっと私も一瞬だけ間に入って。はい、じゃあ、せーの、アグレッシブで終わりたいと思います。アグレッシブ。はい、タオルでいきましょう。逆ですね。はい、俺が入ってな。大丈夫ですか。はい、行きます。皆さんまた来週お会いしましょう。ーせーの、アグレッシブ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ヒロさん、はい、配信を止めてください。では終わります。ありがとうございました。